TBS ラジオ玉結び玉結び午後1時になりました。いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、かえたまおです。こんにちは、水曜パートナーは博多大吉です。今日本当に、はい、天気予報通りね、ぐっと冷え込んだ朝になりました、ね。いや寒い、うん、先生寒い寒いとおっしゃって、はいはいはい、うん、結構スタジオ来てからも、うん、ね、ダウンずっとお召し上がってますけど、はいはい、来てましたけど、はい、本当に大丈夫ですか。なんか、はい、本当に風邪じゃないですか。インフルエンザじゃないか、もしくはコロナじゃないかみたいなね、うんうん、疑いの目を赤井さんからかけられましたけど。そう、いや僕さっき来たんで、うん、何分さっき来て、うん、来たばっかりであったんでね、うん、ちょっと上着は脱がなかったですけど、脱ぎました。だからもうあんまり、いや脱がなくていいです。寒いんだったら着ていい。無理してないんですよ。無理はしないでくださいよ。ただ本当に寒いよね。だって今赤坂 2.5 度ですって。まあ外はね、うん、うん、いや中もそこまで暖かくないよ。いや中はあったかいです。だってもう赤いはだって若干こうセーターまくってますもん、ね、うん、それはあなたの、ね、新陳代謝が良すぎるからじゃないですか。まあ徐々に徐々にちょっとね体温めていきますけど。いやでも本当にね、お気をつけてね、うん、いや本当よ、本当に竹山くんがなんか、はい、病気なんでしょ今。そうなんですよ、ね、ちょっとお休みになってますから、うんうん、なんか昔ほどじゃないけどね、はい、今ほら芸能人の人がさ、うん、コロナだったりインフルエンザになって、はい、もうそんなそこまでニュースにはならないじゃない、大きなね、まあそうですね、うんうん、でも身近には山ほどいるんで実は。そうね、はい、うん、ですね、流行ってるっていうのはね。そう流行ってるから、だから我々はまだいいけど、赤江さんなんかさ、はい、ほらね、3月でほらね、うん、番組が終わるんですから、うんうん、これでね、うん、最終週で赤江さんいませんとか、はい、もうマジ目も当てられんよ。いやそうなんですよ、それは先週木曜日のレオルにも言われたんですけど、うん、ね、電話で、まあ、でもそうなった時はもう電話で電話でじゃないのよ。よかったねラジオで電話があるからじゃないのよ。これは本当に死守しましょうね。そうですね、はい、だから僕もちょっともう具合おかしいなと思ったら帰りますんで、はいはい、やっぱね皆さんに移してるわけ、まあ、場合じゃないんで、はい、うん、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です、はい、朝一終わりでちょっと仮眠を取って、うん、お家の方で、はい、でそこから来たんでね、うん、寝起きと、まあ、来たてということがあったんでジャンパー着てたんですけども、うん、昨日の夜やっぱりちょっとベランダに、はい、洗面器置いて凍るかなと思って置いてみましたけど、うんうん、凍りましたね、うんうん、凍った、綺麗に、よかったね、綺麗にボールが凍ってましたわ。うん、小学生みたいなことするねあなたね。まあまあお子さんのためにもあるだろうけど、子供が朝起きた時楽しみかなと思ってね、やりましたけど ね、久しぶりにね、まあ、東京はね雪が降ってないんでね、はい、まあ、言ったら寒いだけで済んでますけどね、うんうん、他の地域はもう雪が降って新たね、いや本当ですよ、道路が凍結してなんかね、もう雪かきとかもね、うん、例年以上に大変な地域の方もいらっしゃるでしょう、ね、皆さん気をつけてください、うん、頑張ってください。そうだ、それで言いますとね、はい、大吉大黒様の時に私がちょっと、うん、雪の時用の靴、はいはいはい、スノーシューズなんていうのも、ね、プレゼントの候補に考えてるんですよって言って、うんうんうん、北海道のメーカーさんの伊達履さんっていうところの、はいはい、私ちょっと狙ってるんですなんて話をしたら、うん、案の定その伊達履さんからご連絡が来て、うん、お送りしましょうかみたいなお話いただいて、もうしめしめですね。いやそれじゃないんですけど、うん、お断りしました。ちゃんと私買ったんで、自分でもう事前に、もう事前に買ったから、そのご連絡いただく前に、うん、もう自分で買っておりましたので、うんうん、ありがとうございますと、うん、ただそのご好意だけはね、はい、ありがとうございますということを申し上げておきますね、うん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 、でもう終わりこの話。そう、大吉さんの分もどうですみたいな買ったかな。ね、私は買ったんでね、いつも大吉大黒様で頑張ってくれてる大吉さんの分はどうでしょうみたいな、ね、そんなのなかったんだね。あ、うん、ごめんなさい、そういうちょっとそういうちょっと厚かましいことはちょっと厚かましいな。そこまで、そうね、それよりもね、ベランダに洗面器出してね、水が凍るかどうかの方が大事ですか。凍るかなみたいな、うん、冗談、もう本当に冗談ですよメーカーさん、はい、ね、私は大丈夫です、うん、大丈夫ですからね、雪国に行く予定もありませんので。そうそうそう、はい、で本当に雪国とかでね、そういうの、うん、必要な方とかいらっしゃいますからね。はいはいはい、ね、はい、そんなこと言いながら、じゃあこれもうね、先週ちょっとバタバタで渡せなかったんで、はい、大吉大黒様の実際に当選された方、はい、その時に生まれた方、まあまあ、まずは赤江さん、あ、これがオフィスです。ありがとうございます、はい、先週から実はあったんですけど、僕ね、開けたらすぐね、お弁当箱のパンフレットが入ってたから、はい、まあ、違う方にもね、お弁当箱買ったんで、これかなと思ってた、はい、ね、うん、すごい、三好漆器、はい、ということで48歳でしたっけ、はい、そうですね、あ、ね、いい香りがします、もうすでに、はい、うん、箱の開けた段階でマスクもしてんのに、はい、わあ、うん、あら、すごい、暮らしに息づく曲げわっぱ、はい、あら先生これ、うん、え、ちょっ
ょっと私が思ってるよりいいやつじゃないですか、はい、これ秋田杉ですよ。それはね、赤井さんのリクエストだったんで、わー、曲げわっぱのおひつ素敵プレゼントでございます。あ、めちゃくちゃ、あ、いい香りします、うん、あ、旅館のですねこれは、感じ、うん、よかったよかった、 あ、 ありがとうございます、はい、ね、改めまして誕生日おめでとうございました、はい、これ使わせていただきます。はい、はい、ね、もうなんせ、うん、ご飯とお味噌汁があればね、うん、もう OK と思ってる赤池なんで、うん、ご飯が大事なんでね、はい、ありがとうございます、ね、ちょっとね手間かもしれませんけどおひつに入れる、でもなんかほら、まあ、おひつもともと使ってるんで、はい、なんかパンフレットみたいなの見たら、ね、ご飯以外も入れてない、なんか何かと、そうですね、なんかお菓子入れてみたり、うん、ね、そうそう、今なんかこうマギワッパとかこういうのもなんか進化してて、うんうん、あれ先生の朝一の番組じゃなかったですっけ、うん、あのフランスパンとかを入れる用のとか、うん、フランスパン専用とか ね、あるあるある、うんうん、それもパン屋さんの協力必要じゃないかってね思いましたけども、なんかマスカット入れてたりとかね、うん、あ、果物を入れて出したりも素敵かもしれない、ね、うん、お、いいですね、ありがとうございます、ね、なんか末永くご愛用ください、はい、さあそして赤井さん以外の方もね、うん、全て買わせていただきましたんで、このね、はい、読まれた方は、うん、改めて言っときます、うん、ただなんかペンネームラジオネームがちょっとね曖昧なんで、うんうんうん、ちょっとね、その辺はちょっと私のことかななんて思っていただければ幸いですし、読まれた方が、はい、当選しておりますので、うん、みのりんりんさんから秋田の曲げわっぱのお弁当箱って言われて、うん、はい、いいよって言いましたけど、うん、改めてね検索すると、うん、秋田のってついた時点でちょっとね桁が違うのね、うん、あ、なるほど、うん、そうですね、うん、うん、だってこれすごいいいやつですもんね、赤井さんのは正直いいやつです、はい、はい、ただこのみのりんりんさんにまで、うん、赤井さんと同じクオリティのものをなぜあげなきゃいけないと、まあ、確かにね、はい、まあそう、まあまあまあ、あの私は大吉先生の誕生日にちゃんとねちゃんとあのお返ししますから、はい、ごめんなさい、みのりんりんさんにはちょっとねきつい言葉になったかもしれませんけどなんで一緒のものあげなきゃいけないんだよという気持ちがありまして、はい、秋田のっていう単語を取っ払って、うん、あの曲げわっぱのお弁当箱、はい、買っております、はい、楽しみに待っておいてください、はい、名古屋の母という方虫眼鏡、うん、占いを始めるということで、そうだそうだ、はい、そちらの方も買わせていただいております、うん、ラジオネームわかんないですけど、あの特撮が好きでガメラが好きな方、はい、女性の方ね、はい、うん、ガメラのソフビ、うん、あのお人形、うん、あれが買いたくても買えないんだ恥ずかしくてというね、うん、買ったらいいじゃないかと一言で済む話で、うん、でしたけども、はい、せっかくなんでガメラの、やつも買っております、はい、あとご夫婦で、うん、ね、旦那さんが転勤して遠距離になるからスマホスタンドが欲しい、はい、2つ欲しいといった方にも買っております、はい、あとは、ペン型のライト、うん、ヨガマット、うん、お天気でしがみさんのリップクリーム、あ、そうだった、うん、みなみなみさんのホットビューラー、はい、そして最後の方にあったね寝具6点セット、うん、ニトリのやつをくれって言われたんですけど、うんうんうん、ちょっと、こっちもね、買うなんていうの、ニトリまでわざわざ関西とがね同じ方が揃ってる方がね正直ね、はい、うん、そっちの方がね私も領収書切りやすいんでごめんなさい、はい、違うねメーカーさんの寝具6点セットにしております、はい、あとバググローブっていうなんかお馬さんを撫でるときにいい手袋、うん、はい、馬を飼ってらっしゃるお仕事の方なのかな、はい、その方のグローブも買っておりまして、はい、全部実はもう届いてますんで、うん、今からサイン入れて発送させていただきますけど、はい、一つだけ、うん、マダラの未来さんかな、うん、マダラのフライさんかな、うん、鼻毛カッターっていうリクエストあって、うん、ちゃんとこの方ね型番まで書いてくれて、あ、そうです、あったあった、で、はい、値段見たらまあその3000円ぐらいだったかな、うんうん、だからあ、はい当選ですって言って一応申し込んだんですけど、うん、鼻毛カッターこれ大人気商品っぽくて、うん、1月の11日に私注文したんですけど、はい、来るの2月の終わりなんですよ、あら、そうですか、うん、へ、なのですいませんマダラさんね、それまで鼻毛の方はちょっと伸ばしておいて、そうですね、あ、そうですか、そういうのが嘘だろうと思ったけど、うん、これにも半導体がいるのかな、ね、なんだろう世界的な部品不足なのかな、これだけ、あ、そうですか、これだけ来ない、うん、はい、あ、やった、2月24日に、あ、はい、ちょっと時期はね、ずれますけれども、ね、はい、そちらの方もお待ちください。届き次第お送りしますので、はい、以上11名かな、赤井さん入れて12名の方でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ご声援ありがとうございました、はい。これからも引き続きよろしくお願いします。いやいや、大吉大黒様は、はい、もうね、降臨されましたけれども、うん、大吉大黒様として、うん、じゃあちょっと言っておきたいこととかないんですか、大丈夫ですか、な、言っておきたいこと、はい、何、こう、ちょっとプレゼント絡みのね、うん、ことで昨今の大吉先生の、うん、
日常のつぶやきみたいなのがここ数週間なかったですけど、うん、言っておかなきゃいけないことないですか。玉結びは大吉先生のツイッターでしょツイッターというか SNS ですね、はいはい、言っておかなきゃいけないことあるかな。ないね。いや、玉結びが終わっちゃったら大吉先生のこういう、うん、なんかつぶやきとかね、はいはいはい、普段のなんかそういう話をどこで聞いたらなんていうの声もちらほら届いてはいるのですが、ね、だから玉結びが終わると私もラジオの仕事がこれしかやってないのでラジオはね、うん、終わりますし、うん、だからといってね、うん、ブログ始めることもないですし、うん、ツイッター始めましたとか、うん、インスタ始めましたないですから、うん、一旦潜らせていただきたいと思います、はい、そっか、まあ、花結びがありますか。花結びは花丸さんが RKB ラジオで、ね、はい、福岡の方でやってますけど、そちらにゲスト出られるとかいうことはいやーないですね。はい、花結びは花結びで花丸さんの領域なん で, で、はい、私はもうスパッと一度そうですか、はい、ラジオの方から身を引こうと思ってますよ。先生のウクレレを披露するっていうのは、はい、ウクレレも練習してますよ。今日も練習したし、その場が場はないですよ。だって玉結びが終わんだから。そう、もう全てのね、もあの舞台をね取り上げられるんですよ私春で。というね、今週はスネスネモードで赤井さんの顔色を心具合を伺おうかななんて思ってますけど、まあ、冗談ですよ、うん、まあ、何かとね、はい、いろいろ終わるものもあれば始まるものもあるでしょうから、うんうん、4月15日だから決まってないのよ何も、うんうん、どうなるのか、うんうんうん、だから僕もね、うん、ラジオを本当に玉結びに大抜擢していただいて、はい、今振り返ると、うん、だって11年前ね、うん、もう本当何遍も言いますけど CM 作ってくれたのよ、うん、玉結びが、はい、各曜日パートナーに絡めた、ね、うん、大木くんでしょ、初代が大木くんで、うん、次は山ちゃん、はい、で僕、うん、でピエール滝さん、うん、で金曜日は玉さんでしたけど、うんうん、もう明らかに僕一人だけ知名度がなかったのね、うんうんうん、11年前って、うん、もうズバ抜けて、うん、お前誰だっていう状態だったんです、うん、で自覚はありましたけど、でもアメトークなんかでそこそこ跳ねてはおりましたので、うん、うん、頑張ろうと思って、うん、この仕事で玉結び始めましたけど、最初に作っていただいたコマーシャルが、まあいろんなキャッチコピーつくのね、はい、僕どうでしたっけ、僕についたキャッチコピー、うん、なぜ花丸じゃなくて大吉なんだでしたよ。はい、そうでした、そうです、はい、そんなキャッチコピー、はい、なんでこっちが来たみたいな、感じで CM 撮ってテレビで流れてたよ。それはあの赤い監修じゃないですからね、うん、赤い監修タッチしてないですからね、うんうんうん、まあね、監修してて忘れてたは余計罪深いからね、うん、それは信じますけど、まあもうもちろんね、そういうスタッフさんの愛あるいじりですけどね、うんうん、でも、うん、そこから始まったんでね、うん、でそこから僕もお昼のラジオって実はやったことなかったので、うん、いろいろ10年やらせていただいて11年やらせていただいて、うん、いや今日終わらないですよ、うん、先生今日終わるみたいに話されても、今日終わってもいいぐらいの気持ちで毎回毎回やっていきますよ。だって来週ね熱出てこれませんとかあるかもしれないんで。そうですよ、はい、こっから先生、うん、絶対なんか風邪ひいてると思うんだけど私大丈夫ですか、風邪かな、熱測る一応全然大丈夫だと思うけどな、ねえ、うん、そうですか、昨日ちょっと飲みすぎたんだよね。あ、そうですか、うん、だったらいいんですけどね、うんうん、まあまあまあ、うん、はい、はい、今日の1曲目、シャランキューで空を見なよ。お送りした曲はシャランキューで空を見なよでした。ここでですね、ちょっとね、はい、うん、情報、大事な情報ということで、何でしょう、いただいているメールもご紹介しますが、はい、こんにちは。毎日帰宅の電車の中でラジコのタイムフリーで聞いています。昨日 TBS ショッピングサイトで DVD を注文しましたという方でございます。うん、本編 DVD はもちろん初回の特典付録も楽しみです。うん、武道館には仕事で行けなかったのでがっかりしていたところに3月に番組終了とのこと、ダブルパンチです。うん、思い出の永久保存版として購入しました。うん、最後まで楽しく聞かせていただきます、頑張ってくださいという町田市の64歳早起きじいじさんからいただきました。ありがとうございました。ね、今日もお疲れ様でした。ねえ、うん、もう先生のね、今日で終わるかもしれないというそういう気持ちでやらなきゃいけないと放送をとおっしゃいましたから、うんうん、はい、こういう大事な情報も言っておきましょう。玉結び武道館 DVD 発売になりました。
商売絡みか、はい、パッケージの仕様は DVD2 枚プラス CD1 枚の3枚組でございます。3枚4枚じゃないの、はい、3枚ね3枚です。2枚でもないね。2枚もない、うん、イベントの本編映像のみならず、うん、イベント当日までのメイキングや本番中の舞台裏、うん、インタビューなど内容盛りだくさんとなっております。うん、CD には中西圭三さんのドラマチックプログラムの2バージョン、うん、ショコランドアキトさんの扉の合計3曲が収録されております。3曲だけ、はい、他はラグフェア入ってない、はい、入ってないではないです。それはレオが断った。それは、うん、いや断られてはないです。今から入れて、今から今からレオさんのソロシングル入れといて。じゃあ3じゃ少ない3じゃ少ないですか。4曲にしよう、うん、その他初回特典にはイベント中の写真をまとめたフォトブックもついてきます。フォトブック、このフォトブックを手にするために、うん、ぜひ初回特典をどうせ購入という方にはお勧めしたいと思います、うんうん、初回にしか入ってないの。初回にしかね、うん、入ってないんですよ。でもこういう DVD ってさ、うん、意外と初回特典のままね、うん、ずっと売れ残るみたいなのもあるじゃない、うん、あそう。でもそういうつもりでいくと、うん、武道館の二の舞になりますよ、聞いている皆さん。そうですね、どうせ余るってんだろう、うん、まあおいおいでいいやとかね、うん、そんなことになってると本当に何せこの本体がなくなるから、うん、これ以降買うってことは正直難しくなりますけどね、うん、しそのなんていうの、うん、その、はい、僕らっていう言い方したらあれやけど、うん、我々ももう分かんなくない。そうですね、リスナーさんのなんか力というか、うん、何枚 DVD 売れるかも正直分かんないよね。そうですね、そうなんですよ、いろいろ見誤ってきて、うん、武道館ですら本当に見誤ってましたもんね。そうそう、あれやったらドームも行けたんじゃないか説ね、うん、もうあるじゃない。いやでだって私武道館をやるって言われた時に、うん、赤江さんもういろんなとこに番宣で回りましょうねっていう、うんうん、もう何だったらテレビさんの力とかもお借りしてみたいな、うん、もちろん言ってましたけど、はい、私も吉本を通じてね、はい、NSC 生とかにね、うん、ちょっと格安でチケット売りつけて、うん、客席を埋めなきゃいけない最悪ぐらい思ってましたし、ね、うん、いろんなことしようと思ってたけど、ね、もう速乾したしね。いやいや、そうだったんですか。だから DVD も分かんないよ。そうですね、お早めに予約しましょう皆さん。はい、うん、そうですね、これもちょっとやっぱ数は限りがありまして、なかなか増やすってことは難しいという状況ではございますが、はい、うん、全国の CD、DVD の販売店 EC サイトでお買い求めいただけますが、うん、TBS ショッピングだけの先行予約特典としまして、ハッピーアクリルキーホルダー、我々が着た衣装のハッピー型の、うん、キーホルダーもついてくるなんていうことがございますし、うん、ステージ上の垂れ幕をカットした布切れが抽選で56名様に当たるという、いうよう なんかサービスもございます、うん、はい、詳しくは TBS ラジオのイベントページご覧ください。はい、さあそれでは TBS ラジオ玉結び、今日の放送内容のご紹介です、うん、1時35分頃からはニュース玉結び、ひらがなの玉結びアルファベットの B でございます、2時からは大吉ポスト一旦預かりますですね。そして2時40分頃からは月の最後の水曜日にやってくるライオン愛の勝つということで、今日は今年最初のライオンやったねデーとなっております。はい、番組にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で5名様に月替わりのライオン製品をプレゼント。今月プレゼントする商品はチャーミーマジカです、うん、その他にも、ライオン商品の詰め合わせのプレゼントもございますので、ぜひお聞き逃しなく、はい、さらに3時から週替わりでレギュラー陣が登場するラジオコラム、第4水曜日は落語家の春風亭一之輔さん担当の枕だけ話しますでございます、ね、あと何回いいかなあと2回か。そうですね、おそうか、うん、そうですね、だから2チャンスですよ、うん、春風亭一之輔ってちゃんと言えるこの時間帯に言ってます、言ってます。いや今日はダメでした、今日はダメでした、はい、今日はもう判定員がもう、はい、白の旗を上げております。上げましたか、はい、もうファールです。ラストチャンスにかけたいと思います、はい、さあいつものように玉結びオープニングおしゃべりがなんとなく決めておりますが、うん、大木先生今日のテーマ発表お願いします。今日はこちら、小学生みたいなこと。うん、赤井さんがね、はい、冷え込むということでね、うん、ベランダに洗面器に水張っておいて、うん、朝凍ってたよイエーイというね、マジでもう小4かと小5はもうやらんぞというようなね、そういうことをね、まあ、お子さんと楽しんでらっしゃるみたいですけど、そうですね、うん、なんかね、うん、ありませんか、小学生みたいなことというか子供みたいなことばっかしてみたいなね、あれ、あの縁石とかね、うん、上がりがちですよね子供はね、縁石、うん、あの道路のね、あ、はいはいはい、ああいうとこちょっと段あるとずっとそこをね綱渡りみたいな感じでね、綱渡りみたいに歩きたい
たがったりね、いたいね、うんうん、植え込みのとこずっと手で触ってる子とかね、はいはいはい、いますもんね。傘でカン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 ってね人んちの塀したりとか石蹴飛ばしてね家まで持って帰ろうとか言ってね、うん、どうしてっていうようなことをやっぱやりますね。そういうの面白いですね。やってたね、うん、前言いましたっけ、僕自転車乗ってる時、うん、子供の頃ね、うん、前に鍵があったのよ、うん、僕らの時代って子供の頃、はい、で足でこうねライトも、うんうんうん、ライトも足で操作してたし、はいはい、そうでしたね、うん、なんか何かと、ま、なんか前輪周りで何かあったのよ。 ありましたね自転車ってね。でいろいろ乗ってる時に、うん、その前にある鍵を、うん、今こう押し込んだら、うん、どうなんのかなって思って、乗ってる時に、乗ってる最中に、うん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 、で子供やから、うん、どうなるんだろうな、なんかすごいことになるやろなと思って、うん、思い切ってバンって足で鍵かけてみたんです、はい、どうなったと思います。中に入っちゃって出なくなる、うんうん、そのまま前輪がストップして、うん、半回転しながら私は田んぼに落ちてきました。ドカーンって子供みたいな、まあ、子供だったし。あ、そうですか、うん、もうロックされちゃうってこと。ロックされる、だから足でパンってね蹴ったらロックできたのよ当時の鍵ってなんかね危ない、うん、危ないよ、危ない、みんなやめてね。そうですね今その前輪の方に鍵なんかあんまついてないから、ね、そうですね、なんかそういうね、なんかもう分かってるんですよ、はい、大変なことが起きるって、うんうん、でもやってしまうとかね、うんうんうん、そういうエピソードもありますからね。何かこれがなぜ面白いと思ってたのかみたいな ね、うん、ね、ことでも結構ですよ、うんうん、あるある、うん、あるはい、いやもう時間がねなさそうなあるあるだったら、おいおい言っていきましょう、うん、はい、メールの場合はたま954@tbs.co.jp、 ファックスの場合は0355620954、おところお名前お電話番号忘れなく。ここからはハピネスクラブラジオショッピングのお時間です。今日はハピネスクラブの若松明さんです。こんにちは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 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの少年野球のコーチをやってると、はい、小学生みたいなことを子供たちいっぱいしますよ。おー。まあ小学生ですからね。まあまあまあ。それで思い出すことってやっぱりあって、うん、小学生棒が大好きですよね。あ、はいはいはい、木の枝とか棒とか落ちてたら拾って振り回すか、はい、うん、歩きながらフェンスにカン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 とかって言わしたりとかしますね。うん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 、何なんでしょう、手持ち無沙汰なんですかね何か持ちたいんですかね。いや僕はそれいろいろちょうど今考えてたんです、テーマだったからですね、うんうん、で子供たちと交換日記っていうほどじゃないですけど、はい、日頃練習どんなことやったかっていうのを書いて、でそれについて僕が返信してっていう交換日記みたいなのやってるんですよ、うん、かっこいい剣、剣を落書きするんですよノートに小学生好きね、みんなね、気がする。だから多分、うん、その棒は、うん、あの子たちにとって剣、剣なんですよ、うん、なるほどね、振り回したいんでしょうね、うん、そういうことですね、うん、というわけで、はい、今日は剣のご紹介剣違いますよね、若松さん。そうですね、はい、持つでございます。持つ、ね、はい、棒を持つではなく持つ鍋でございます、はい、もういい香りがしておりますよ、はい、うん、これたびたびご紹介をさせていただいております、はい、ハピネスクラブは福岡県の会社です、はい、本場博多のもつ鍋セット、はい、ただ、シーズン終盤、今日はですね期間限定、数量限定の増量セールでお届けします。え、増量セール増やしてお届けします。あらら、若松さん、これ私普通に購入しましたけれども、はい、それでも十分量ありましたけど、うん、それより多くなるってこと。はい、まだ増やしますので、うん、まあ、赤江さんのようにご注文いただいて、はい、もうなくなったと、うん、美味しかったと、うん、まあ、食べ切りましたけど、はい、ありがとうございます。もう一回ご注文いただきたく、うん、ね、これが博多の繁華街中洲の名店ゆきの総料理長に監修していただいた、うん、ハピネスクラブのお客様のためだけの限定品です、はい、基本的にはキャベツとニラだけご用意いただければ、うん、本場の博多もつ鍋をお楽しみいただけます、うん、はい、まあ、ちょっと改めていただこうかな、ね、スタジオにありますんで、ね、いただきま す, います。本当に寒いのでちょうどよかったです、うん、もうスープが、あー、いい味が出ておりますよ、まろやかな、うん、さすがゆき、うん、そう、もう本当ね、うん、さすが雪、うん、毎回言いますけど、うん、めちゃめちゃ名店なんですここ。そうです、博多のね、西中洲のね、うん、なかなか予約が取れないお店ですよ、うんうん、
でこの醤油味のスープでございます。うん、もう一個味噌味のスープもご用意してるんですが、はい、まあ、福岡のもつ鍋のイメージとして、はい、割とこう福岡市中心部は醤油が強いです。多いですね醤油の、うん、そこから北九州筑豊とかっていうと味噌のもつ鍋が強くなって、うん、あそうなんですね、はい、なのでどちらも、うん、そうですね、味わいとしては醤油の方がまろやかタイプ、うん、で味噌の方はガツンとタイプ、うん、こんな感じでちょっとお好みで選んでいただければなと思います。いいですね、醤油は本当にまろやか でまたもつも歯ごたえはあるんだけど、うん、この溶けていく感じね。そう、これは国産黒毛和牛を中心に厳選した小腸 100%、うん、あの丸腸って言われる部位、うんうんうん、なので、うん、その噛み切れないっていうことがない、うん、柔らかい美味しいとろけるホルモンです。うんうん、本当これはやっぱ臭みもない、油もくどくないっていうのはやっぱり厳選した小腸だから、ね、いい、うん、いい持つってことと、うん、あとやっぱり下処理がすごく丁寧にされてますね。うんでこのもつのうまみがねまたスープに溶け出して、うん、その美味しいスープをこのキャベツやニラが吸い込んで、はい、もうめっちゃうまいねやっぱ、うん、そうもうねキャベツとニラがこんなに美味しいかって思えるのが、ね、博多のもつ鍋ですね。そうですよね。で家で作って思いましたけど若松さんもつ鍋作る時って本当にあんまりもつを火にかけすぎない方がいいんですね。これがですね本当溶けていく感じになりますもんね。そうすいませんお客様から一番多いクレームが、うん、ご注意が、うん、もつが消えてなくなったという、うん、お声をよくいただくんです、うんうん、すいませんもう本当これはもういいとこでもあり悪いところでもありで、うん、やっぱいいホルモン使ってるから煮込めば煮込むほど溶けちゃうんです ね、 ねそうですよね。小さくなっちゃうんですね、うんうんうん、ただ溶けたら溶けた分それがキャベツとニラ吸ってくれるんでまた美味しくなるんで、うん、そうかそうか。これちょっとご提案としては、うん、最初に半分もつ入れてください。うんうんうん、でグツグツ煮込んで野菜がしなっとなってきたら追いもつという形で。ああなるほど。両方楽しんでいただけると思います。うん、で基本的にはそうですね。家族4人でキャベツ1玉は必ず必要です。うん、もうね。1玉。もっとあってもいいぐらいですね。もっとあってもいいです。キャベツがもうめちゃめちゃうまいんだから。じゃあもううず高く山のようにね、取、うん、っていいわけですね。ニラも、うん。キャベツの山の上にニラを乗せて、うん、ニンニク、唐辛子。この薬味もちゃんとセットになってます。うん、それで火にかけると、キャベツの山がだんだん低くなってきます。うん、で、山のてっぺんに置いたニラがスープに浸かりきります。はい。そこが食べ頃です。あー、なるほど。お玉でこう潰しちゃダメです、うん、いじらない、いじらない、そうじゃダメ、はい、うん、なるほど、ね、でお好みで、ね、野菜の茹で具合というか ね、 ね、うん、歯ごたえが欲しい人はちょっと早めに食べてもいいし、うん、あとキャベツとニラ以外を入れるならば、はい、ごぼうのささがきとか、いいですね、お豆腐とかももちろん美味しいですね、うん、えのきもいいですね、なるほどね、何でもいいんだから、はい、もうお味の方はバチッと決まってますからね、うん、そうですそうです、これは簡単ですもんね、うんうん、そしてスープは飲んではダメです、うん、まあ、飲みたくなるんだけども、ちょっと味わう程度で、うんうん、はい、締めのちゃんぽんのためにスープを取っておかなきゃいけないという、あ、はい、そっか、大吉先生といえばこのスープ論争がすごく話題になっておりましたが、はい、そうですね、うんうん、一度取り分けたスープを鍋に戻す戻さない問題ね、玉結びありましたね、問題になる以前にコテンパにやられました誰が戻すかということで、はい、それ以来 ね、 ね、沈黙しておりますけど、まあ、でもそれぐらいスープは大切なものと、うん、はい、なのでもうだったらなるべく飲まない、器に少なくついで、うんうん、ちゃんぽんのために取っておいて、うん、締めのちゃんぽん麺もセットにしておりますので、はい、ちゃんぽんまで楽しんでください。この極上のスープを、ね、うん、全部飲み切るにはそうですよね、ちゃんぽんですね、はい、ちゃんぽん麺いいですよ、うんうんうん、さあ雪のもつ鍋セット、はい、期間限定数量限定の増量です、うん、はい、お値段送料別途税込み5400円、これはスープ、ホルモン、ニンニク、唐辛子、ちゃんぽん麺と3人前のボリュームを2つ箱に入れた、はい、6人前で税込み5400円、はい、ありがとうございます。本当6人前で5400円はお得ですよ、うん、本場でもこの値段ないよ、ない、お店行って1人前はこの今の時代、うん、お腹いっぱい楽しめる。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、うん、こっから増量で、6人前が通常、うん、期間限定 1.5倍、黒毛和牛の小腸3人前増やして合計9人前でお届けします、うん、
え、もつの部分だ9人前になるってこと？そうで、スープもちょっと多めに入れてます、うん、あらあら、ですからもう純粋にキャベツとニラ増やせば軽く9人前になります。いやー、でお値段一緒5400円ですね。あら、そうですか。で、あの醤油と味噌両方の合計18人前で、うん、送料別途税込み9980円となります。あら、両方食べたいという方にはそういうお得セットもある。はい、あの18人前で9980円。これはいいよ。いや、ほんとこれをもとにもつ鍋屋さん始めるか東京で。いや、それはちょっと違うと思うんですけど。絶対売れるよこれ。あの雪の視点ができたら面白いですね。ねえ、これだってお店で食べる味ですよ。本当ですよね。それが手軽にできるんだもん、うん、いや、めちゃくちゃ手軽ですからね、うん、なんだったらその晩ご飯のこと考えなくていいぐらい。そうですね、うん、キャベツ切ってニラ切るだけですから ね、 ねえ、うまい。で、賞味期限冷凍で半年ありますので、うん、そんなにボリュームあって大丈夫かなという心配もないかと思いますし、うん、夏もつ鍋もうまかですよ。はあ、いいですよ、夏汗かきながらね。ははは、そっかそっか、うん、すいません、うん、時間が BGM がなくなってしまいました。すいません、それではちょっとはしゃぎすぎましたね。言いたいことがいっぱいあったし、ね、はい、電話番号のお知らせです、うん、はい、お申し込みがフリーダイヤル0120-333-200 です。ハピネスクラブのウェブサイトからは300円引き、クーポンコード0954です。食品につきご返品お受けできませんのでご了承ください。はい、本場博多のもつ鍋セット、うん、期間限定数量限定の増量で9人前、はい、お値段は税込み5400円です。安い。うん、お申し込みは0120-333-200 0120-333-200 ハピネスクラブまでお願いします。今度私も味噌いってみようかな、うん、若松さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ハピネスクラブラジオショッピングでした。Here's the news you really didn't care for. BQ. And here's your captainFreedom of the Press 954 News 玉結び。こんにちは、キャスター中江玉緒です。この時間はニュース玉結び、世の中のニュースをビッグな視点でバランスよく取り上げるコーナーでございます。はい、今日も早速ね、ニュース玉結び参りましょう、うん、行きましょう行きましょう。まずはこちらの話題です。あのうち買いました。1985年の大ヒット映画グーニーズの熱狂的なファンが、うん、映画の主人公マイキーの家として撮影に使われた民家を買い取りました。購入したファンはいつの日か続編が撮影されるならぜひ使ってほしいですと興奮気味にコメントしているようです。スピルバーグ制作総指揮の大ヒット映画グーニーズ、うん、海賊ウィリーが残した宝の地図を見つけた少年団のグーニーズ、うん、お宝の場所を突き止めたんですが様々な邪魔が入り…という少年たちのアドベンチャー映画でございます、うん、購入したベーマンさんは公開当時8歳で映画を見てから大ファンに、うん、でグーニーズハウスは、周囲の家の4倍近い値がつけられて、うん、昨年11月に売りに出されて誰が購入するのか注目されていたそうですが、うん、およそ2億1000万円165万ドルにラッキーセブンの777ドル、およそ10万円を追加して購入したそうです。うーん、まだ残ってたの ね、 ねえ、だってもう40年以上前でしょ。80年代、ね、40年ぐらい前か、うん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 、すごい ね、 どんな家でしたっけね。ただグーニーズね、絶対見てるんだけども、うん、全然覚えてないよね。覚えてないの私も。ゲームは覚えてるのよ、ファミコン版も、うん、MSX 版もあったから。なんかいろんなグッズとかもね、グーニーズって流行りましたけど、うん、確かにね、うん、いや映画ファンの方ってすごいよね、うん、この前ね、福岡で街ブラロケしてる時に、うん、なんか車が目立つ車を止めてた民家があって、はい、ガレージがあって、うん、覗いたらデロリアンがあったの。おお、バックトゥザフューチャーに出る、うんうんうん、でわデロリアンだっつって、うん、で隣見たら、うん、ナイトライダー動いたの。え、ナイトライダーって何ですか。あの向かいの向こうのアメリカのドラマのさ、うん、あの車が喋るやつ。ああ、でで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 、もう私一番こういうの苦手ナイトライダーあって、うん、
でお話聞いたら、うん、そのマニアの方からうちを預かってるんだっつって、へー、でロケさせていただいて、うんうん、一応ご本人の許可取ってから放送してくださいねって言われて、うん、許可取りに行ったら、うん、あのやめてくださいと、うん、ものすごく貴重なもんなんで、うん、盗難される恐れがあるんで、だからここに隠してるんですみたいな。あ、そうですか、うん、やっぱ欲しいっていう方はね、その方そうなりますもんね。映画に出てきたやつ全部あったよ、そのマーティーが持ってたあのウォークマンとかスケボーとか、もう全部コレクターさんが集めてた、ビデオカメラとか ね博士が回してたやつとか、ね、すごい ね映画ファンの皆さん、映画とかで使ったドラマとかで、うん、なんか印象的な家とか、あの家だったらとかありますかね。なんかある、住みたい家。住みたい家ね、うん、寺内貫太郎。私も一緒、お茶の間といえばあれしか、ちょっと前桜金大放送の話、はいはい、誰もついてこないって言ってたよね。そうなんですよ、はい、桜金無理なら、うん、寺内貫太郎も無理だよ。うん、そうですか、多分無理だと思う。先生は桜金大丈夫ですよね。全然大丈夫、よかった。コーヒーカップから出てくるやつ、ね、そうそう、でコーヒーカップに帰っていくやつ、ね、そうそうそう、うん、すごい演出よね、あれ今考えたら。あれ斬新ですよね、うん、素晴らしいですよ。あとはもうちょっとじゃあ若いところで言うと、あの、うん、一つ屋根の下のね、家どんなだったかな、はい、あれでも平屋じゃない、あれ平屋だったかな、うん、どうせならもうちょっとなんか豪華なとこ行きたくない。パパはニュースキャスターの家、うん、あ、それ見てね、パパはニュースキャスター見てね。確かあそこはちょっと、うん、もうちょっとお金持ちの白い家だって。あ、そうなの、うん、なんかその家でこう思い出すドラマがちょっと今それぐらいしかなかったんですよね、うん、セットとかね、あとね、セットとかね、うん、家って、うん、家の印象がある、あれか、もっとちゃんとした、うんうん、もっと華麗なる一族とかの家にすればいいんだ。あのでっかい鯉とかいっぱい泳いでるやつ。そうですね、うん、そういう話ではないんですけども、ね、違うと思う、うん、グイーズハウスとは全く意味が違う。ただただお金持ちになりたいっていう話になりました、しまいますね、はい、はい。ニュース玉結びはここまでです。この後は朗読の味方、今週は土井俊之アナウンサー担当です。玉結び TBS ラジオ954玉結び TBS ラジオ赤い玉を玉結び FM905 AM954 で放送中です。水曜パートナー博多大吉先生でございます。はい、お願いします。今日のメッセージテーマは、うん、小学生みたいなことということでいただいております。はい、ラジオネーム42歳半田谷の店員さんからいただきました。はい、ありがとうございます。赤井さん、大吉先生、こんにちは。こんにちは。先日新宿を一人で歩いていたら、うん、後ろから肩をポンポンと叩かれ、うるむいたら友人が立っていました。と同時に、うん、友人の人差し指がほっぺたに刺さっていました。うわ、懐かしい。小学生みたいなことしやがってと。ありましたね。あった流行りましたね。振り向いた時にね、頬に指が刺さるやつね、うん、膝かっくんとともにね、膝かっくん背後からいたずらのもうね、両横綱でしょ。です、ね、これはなんかやった方はね嬉しいです。やられた方は本当に腹立ってきますもんね。腹立つ。そんなに腹は立たなかったけど、膝かっくん腹立ちますよね。あ、そう、うん、あれ、うん、そうでもないんですか先生。まあ別にやったなこのみたいな。あ、そうですか。そんな感じで、ね、じゃあ赤坂でも全然狙っても大丈夫なの。いや、それは全然大丈夫ですよ。好きがあればやってください。あ、そうですか。ただあの指やつやるやつでさ、はい、ほっぺたんでさ、はい、たまに爪伸びてるやついて、 あれはね結構の勢いで刺さると。そうですね。そう、あれはマナーだよ。爪は切ろう。あれやる前はちゃんと爪は見よう。そうですね、自分の爪の研ぎ具合というかね、うん、それを見た上でやりましょうね。ただ膝かっくん腹立つタイプですか。え、腹立ちますよ。だってあの気が抜けてる時だと本当にガクーンって、うん、背骨がガクガクってなるじゃないですか。先生大丈夫なんだ。私は割に大丈夫だかな。ほう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 、うん、時刻は2時になりました。 TBS ラジオ赤い玉を玉結び、ここからは曜日ごとの日替わり企画をお届けしております。水曜日はこちらです。大吉ポスト一旦預かります。
さあ先週は河本ひろとさんが来てくださいまして、はい、うん、本当にね素敵な言葉の数々を本当でしたね、残して帰られましたね、人間でございましたね、いろいろとね、本当になんか、うんうん、反省しました。いや本当です、これまでの自分をちゃんとやろう、ちゃんとやってたつもりだったけど、うん、やっぱ人生経験やっぱ足りないな、圧倒的になと思いましたよ。いや本当でしたね、いろいろと響きました、はい、セミは青春が長い、なるほどなと思って、うん、幸せな生き物なんだよ、うんうんうん、いい言葉でしたね、本当本当。聞きます曲もう一回いやあの今日は今日で我々が託されてますからね、はいはい、やっていきましょう、やっていきましょう。さあ、まずは久しぶりにこれ封筒お手紙からありますね、はい、ラジオネームそこかしこさん、ありがとうございます、杉並区の方からです。こんにちは。パソコンの調子がよろしくないので手紙にて失礼します、はい、で、ね、ありがたいですよ、ありがとうございます、2021年の9月で最終回を迎えるはずだった歳時記コラム風流ドゥの最終回はもう放送されたのでしょうか。ハコちゃんこと岩下久文さんが体調を崩された後、はい、いつかゲストにお迎えしますという話になっていたと記憶していて、うん、ずっと楽しみにしているのですが、うん、私が聞き逃しただけなのか、うん、それとも何かの事情でもうなかったことになっているんじゃないかと、うん、去年の1月放送の日曜天国へのゲスト出演や、うん、東京 MX のゴミ時に夢中ですこぶる元気なハコちゃんの姿を拝見するたびに、うん、もやもやしておりますと、うん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 、歳時記コラム風流ドゥの大ファンだったのでハコちゃんが元気ならそれでいいじゃんというわけにはいかないのですと、うん、このモヤモヤをどうにかしてください、うん、だってそっかそっか、うん、まあじゃあモヤモヤをすっきりするという意味では、うん、最終回は放送はされておりません、ない、ね、うん、あのまんまフェイドアウト、あのまんまでしたね、うんうん、でもちろんね、うん、元気になったらねハコちゃん来てもらおうよという話はしてましたよ、そうでもちろんねあの、うん、オファーもしておりました、はい、でもあのハコさんの方が、うん、もうダメですもういいですと、うん、後々、うん、いやもういいですとは言ってないんですけど、なんやろもうあの他の方のね、うん、そのターンに入られてるので、うん、そんなまた私がもう一回行くなんてことはと、うん、いうことであのもう本当に謙虚にご辞退いただいているという、うん、多分私も想像で喋りますけど、うん、別に喧嘩別れしたわけでもなく、もちろんです、はい、ただもう一度身を引いた身だから、そうそう、もういいですよと、そうそう、であのその前にねちょっとこう、うん、ご病気になって療養入られてお休みになって、うんうん、でもともともうそこで終えたいんだっていうのも箱さんがおっしゃってたじゃないですか、うんうん、で青梅でちょっと鮎釣りをしてる人をゆっくり眺める、うんうん、そういうの素敵なのよみたいなね、うんうん、ことをおっしゃって、うんたので、うんうん、もちろん我々としては、うん、ハコちゃん大好きですし、はい、来てよ来てよって、うん、しつこくねだからね3月でね したんですけど3月で玉結びが終わるって決まったんでね、うん、ひょっとしたらハコちゃんの心もね、うん、ちょっと動くかもしれないですよね、うん、そうですね、うん、そういうことならあと1回ぐらい行こうかってなるかもしれないです、はい、ただこればっかりハコちゃん次第なんで、ね、そうなんですそんなね、はい、ね、うんうん、ご了承ください、しょうがないです、はい、ということで、はい、そっかしこさんもやもやはね多少はすっきりしたでしょうか、はい、あとハコちゃん次第ということで、まあでもね、うん、5時に夢中動画で元気な姿ね見られると思いますので、はい、そちらの方のハコちゃんをお楽しみください、はい、おたきあげです。さこれもお手紙に来たのかな、うん、長野県のラジオネームドクターリトハフさんからです、はい、ありがとうございます、こんにちは、こんにちは。以前からあれはどうなってしまったのかなとモヤモヤしていたのですが、うん、玉結び終了のお知らせを聞いて、うん、これは今聞いておかねば一生モヤモヤしたままだと思いメッセージいたしました。そうですね、もうこういうときはもう赤裸々に皆さんね送ってください、はい、我々も答えられるものは答えたいと思います、うん、以前木曜玉結びで配布していた滝手は今どうなっているのでしょうか、はいはいピエール滝さんの姿を模した玉結びのオリジナルの切手滝って、うん、木曜日のコーナー限定でステッカーと合わせてプレゼントされていた玉結びのグッズですが、はい滝さんに生じたやんごとなき事情によって滝ってのプレゼントも突如中止になってしまったと思います、うん番組が終わろうとしている今あの滝っては今どうなっているのか、うん、これからどうなってしまうのか、うんこれは今でなければ二度と伺うことはできないと思い、うん、番組終了までにこのモヤモヤを解消できればと思ってメッセージいたしました。よろしくお願いします。そうであれはだからまだあるのはあるでしょう。あるやあ現物が現物あ来た現物がある、うん、あるある、うん、あこれです ね、 ね、なんか浮世絵風のね、はい、浮世絵風の顔になってて、うん、であだから50円と80円ですね、うん、切手がもう今は違うでしょう。値段がちょっとまあまあまあちょっとね、今も80円ですもんね、うん、今80円ですもんね、まあ、4円足していただければね、4円足していただく感じですけども、だからまあね、うん、お答えといたしましてはね、うんまだあります、
ありますね。でこれを大黒屋に売りに行くの、この後。そうですね、持ち込んでみる盛大にお焚き上げしますかねこれね。ねえ、ねえ、そうですね、せっかくだからなんかね、なんかどっかでどうにかしますかね。っていうかあれどうなったの、先週私が言った10年後にやろうよって言ったやつ。みんな知らん顔してるけど、どうなったと言われる。私が言わんやったら誰も何も言わんけど、いや10年後ならさ、はい、滝さんも出られるでしょ、なんぼなんでも、うん、時間帯にもよるかもしれないけど、うん、その時のために取っとこう、これを、うん、これもタイムカプセルに入れとくってことですか。入れますよ、はい。また大吉が変なこと言い出したみたいな空気になってるけどまあまあまあやるよ。いいんですけどね、これ10年後に80円ではもうとてもとても、うんうん、ね、もう切手自体がね、うん、いや本当もうこんなこと言うの無粋だけど、滝手を使おうって思う人はあんまりいないんじゃない。それは取っとくやろそうか、本当にね、封筒に貼って使いたいから応募する人ってあんまりいないと思うよなるほどね、うん、その額面はあんまり気にしなくていいと思いますよ。そうかそうか、はい、ということでとりあえずあります、ね、ちょっと考えますいろいろ、はい、じゃあ言っていただいてよかった。だからこういう在庫があるかもしれないですもんね、いろいろね。いやあるよ、あポスターとかいっぱいあるんじゃないとか、もやしの種とかは。もやしの種は大丈夫やろ、あんなもんあれ腐るから。じゃあ単持つか10年ぐらい。もやしの種はねどうにでもなると思うけど、なんかタイムカプセルの周りに植えといて、なんかみんなで脳にもやしがこの辺生えてくんなみたいな。なんか言いにくいけどみんなでさ、はい、全員で清掃して撮ったポスターとかさ、あれもなんかね使用期間短かったよね。そうですね、うんうんうん、なんかいろいろあると思いますよ、うんうん、そういうのはもう全部一旦まとめて、はい、安倍子の家に送る安倍子の家を倉庫にします。そうしましょうかね、はい、うん、10年間の保管場所はね、うん、安倍子の家になりましたんで、はい、リビングのあそこで、そう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 、安倍子ちゃんわかるねそうリビングのその角のとこ、はいはいはい、はい、そこに置かせていただいて、はい、そこに置きますんではい、ということで、なんか思い我々も忘れてること多いと思うんで、うん、何かねぜひぜひこんな感じで、あれどうなりましたみたいなのがあったら教えてください、うん、教えてください、うん、ということでタキットはちゃんと保管しておきます、はい、はい、お炊き上げです。さてさて、ラジオネーム半熟うずらさんからですよ。はい、ありがとうございます、横浜の方ですね、うん、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。お料理はほとんどレシピ本やレシピサイトを参考にしています、うん、材料の分量ですが、うん、なんで一人前で統一されていないのでしょうか。必要な人数分だけ掛け算するだけで済むから楽ちんです。3人分のレシピを2人分にしようものなら3で割って2をかけるから計算が面倒で仕方ないです、うん、レシピ本では変更のしようがないのでメモに書き出しますが、うん、レシピサイトだったら人数を入力したらその分量がズバリ表示されるというのですが、うん、おー、まあ、そうね、ナイスアイディアだね。確かにこれは、うん、そうですよね、もうそれこそ、ね、レシピサイトだったら何人分ですか、うん、5人とかって言ってくれたらそれに対してバババッと出してくれればいいですよ ね、うん、ね、そんななんかね簡単にできそうだよね、うん、そんな得意な人がいればね。そうですね、うん、で多分そういうサイトもあるんでしょうきっとね、うん、まあ、なんで全部一人前じゃないかって言われると確かに料理ってね、うん、なんかその使う材料によっては、うん、あの絶対余っちゃうっていう感じになるから、うん、うん、単純に見栄えじゃない。見栄えですか。あのね何十年か前まで基本4人前だったでしょ、はい、料理番組って4人前だったのよ、はいはいはい、家族分で作ろうみたいな、うんうんうん、がもう少子化というか、うん、各家族化が進んで、うん、今基本2人分ですよね。2人分で表示ですか、うん、基本って言ってもあれやけど、うん、朝一に関しては確か2人分でやってたと思う、うん、なるほど。ただ1人分になると、うん、完成した時に見栄えが寂しくなんじゃないかな。そうなのかな、テレビの場合はね。なるほどね。だってお家とは全く違うさ、巨大なね、うん、キッチンみたいなところで、うん、キッチンテーブルでやってるから、うん、そこでチャーハン作って1人前ホンって出した時に、うん、なんかね見栄えがしないから多分2人前、あと、うん、2人家族分とかね、とかで分かりやすくしてるのかな。白菜を使った場合、うん、かなりこれだともうどうしても3人前になるとかね、うんうんうん、なんか分かんないけど、そうですね、うん、そうね、なんか理由があるのかな、うん、料理のそういう関係のお仕事をしてる方でね、ご存知の方いらっしゃったら教えてほしいな、ね、でも本当ね、レシピサイトとか、うん、レシピ本は1人前で十分だよね。そうですね、そっちの方が簡単よね、うん、2人、そうよ、本当半熟うずらさんがおっしゃる通り、うん、ね、うん、2人分を3人分にしようと思ったらややこしいしね、 1.5 倍にしていくんか、うんうんうん、めんどくさいよねなんかね。
確かにね、うん、それたら1人前を3倍すればいいだけの方がちゃちゃちゃっとできるか。そうね、うん、1人前を作るっていうのでまた難しいですね、うん、カレー1人前の材料ですって言われた時に、うんうんうん、めっちゃくちゃ難しい一人前のカレー作るの難しいなみたいに、うんね、でも多分半熟うずらさんは、ね、ひょっとしたら独身なのかもしれない、一人暮らしなのかもしれない、うんうん、そうですね、でまあ一人での方もたくさんいらっしゃるでしょうしね、うんうんうん、そういう方のためにね、うん、確かに難しいよね一人分って ね、 なんかね逆に高くつくみたいな、ね、そうですね、うん、ただ逆に高くつくからこそ一人前のレシピでね、うん、安く上がりますよみたいなのもあるといいし、うん、まあ、きっとあるんでしょうし、うん、まあ、そういうね特化した本もあるとは思いますけどね、うん、はい、お一人様用のみたいな料理本も ね、 ね、うん、でこのレシピサイトで人数を入力したらその分量が出るというのもね、うん、あの半熟うずらさんのねメールのおかげで、うん、多分サイト関係者の方も聞いてくる方いると思うんで、うん、あ、いいアイデアじゃないかみたいな、これ採用されるかもしれません ね、 ね、うまい具合に世の中が変わるといいですね、うん、はい、お炊き上げです、はい、ダメだな、全然河本博人さんっぽくならない ね、 ですね、深みがですね、先生浅い、深みずっと浅い、足首までしかない本当ですね、だいぶ浅瀬をチャプチャプしてますね、そうそうそう、うん、膝ぐらいまであるかなと思ったけど全然くるぶし次頑張ろう、はい、ラジオネーム犬型鉄パイプさんかな、はい、埼玉県の方です、はい、前々から腑に落ちないのですが、うん、お寿司やお刺身、お蕎麦の薬味でおなじみのわさび、うんうん、わさびを辛いっていうのなんだか違う気がするんです。唐辛子やからしなどの体の熱くなる辛いとも、はい、ホアジャオ、ね、花山椒みたいなね、うん、などのしびれる系の辛さとも違いますよね、うんうん、なんかスーッとツーンとクール系な、うん、あの感じを辛いというのがどうも納得いかないんです、うん、どうかこのモヤモヤをお焚き上げください。確かにそうですね、わさび他の辛いとは辛みとは違いますよね、うん、わさび辛いって言うかね、言うんだ、うん、わさびつけたら辛いよとかつけすぎたら辛いよとかって言われましたね、確かに、あーなるほどね、うん、で他の辛みはそんな鼻にツーンとくる感じじゃないですよね、うんうんうん、日常会話でわさびがね、うん、わってなった時、うん、来るとか言わない、来たとか鼻に来たとか、来た、うん、来る、うん、うん、あーもうそれそんなんつけたらもう聞くよとか、あー辛いよとは僕はあんま使わない、使わなかったですか、うん、へえ、来るばい来るばいとか、来るばいスーンってなるばいとか確かに辛いとは違うね、ね、辛いとは本当そうですね、でも厳密に言うと違う感覚あるな、体の熱くなる辛いも、うん、しびれる系も辛いはいいんだよね、犬型鉄パイプさんの中では。山椒だから山椒もこれでしょ、ピリリと辛い、しびれる系の辛さ、うん、俺山椒の方が辛いって思わないけどね、そうですね、山椒が辛いとは思わないけどね、うん、そうね、だ唐辛子は辛いよ、うん、辛ってなるもん、うんうん、山椒僕はわさびもそうやけど山椒も辛いでいいのかな、そうですね、うん、そう言われるとね、うん、辛熱みたいなのはないですもんね、うん、特にわさびはないな、うん、わうわうわやん、うん、唐辛子ぐらいじゃない、唐辛子系だけやね本当に辛いっていうの、そうですね、またうわーとかひゃーとかなんて言うんだろうね、本当うわー入れすぎたとか、ね、でも甘い、うん、辛いとか、うん、えぐいとかそういう、うん、なんか言葉の中で、うん、そのわさびを表す言葉ないですね、うん、痛いかな、あ痛い、うん、ちょっと痛みに近くない、あ、うん、あ山椒もどっちかいですね、山椒はちょっとしびれるね、しびれ、うん、甘い辛い、うんうん、痛い痛い痛いね、うん、まあそうね、個人差あると思いますけど、うん、だからもうね、うん、なんていうのかな、昔に比べて世界中の食材、うん、調味料なんかが手に入る現代社会において、うんうん、やっぱもう足らないんですよ、表現がね、表現の言葉がね、うん、本当だ、だから違う新しい日本語、うん、作らなきゃいけない時期に来ていると思うんです、ね、そうですね、はい、でその発表なんですけど、はい、明日木曜日、土屋レオさんの口からまた投げた、はい、発表させていただきます
わさびは辛いではありません。そうですね。山椒も辛いではありません、うんうん、山椒はまだことわざ的にね、うん、山椒小粒でピリリと辛いがあるからまだ逃げられるか。ピリリと、うん、そうね、うん、わさびね、ね、わさびだけは考えたいですね。うん、僕は聞くにしようかな。聞く、わさびは聞くよ。はい、まあ、時間があれば明日のレオさんにも聞いといてください。はい、わかりました。はい、ということで一旦お炊き上げでございます。うん、さあさあ、大田区のラジオネームタンシオさんからです。はい、私がモヤモヤしていることはご高齢の方に声をかけるときどう呼ぶべきなのかです。先日コンビニで会計をしようとした時に私の前に会計をされていたおそらく高齢の女性がお釣りを受け取り忘れていたため次の会計に進めない状態になっていましたと。その方はすでに出口にいたため私は慌てておばあちゃんお釣りと声をかけお釣りを渡しました。はい、その場は何事もなく終わったのですが家に帰ってから親戚でもない知らない人におばあちゃんと呼ばれ年寄り扱いされて嫌だったんじゃないかな。でもおばちゃんという雰囲気でもなかったしな。いやおばあさんだとよりお年寄り感が出てしまう感じもするしな、うん、といろいろ考えてしまいモヤモヤしております。うん、どうかお炊き上げください。なるほど、そうですね。うん、まあとっさなんでね、うん、それより渡さなきゃという気持ちがこう、はいはいはい、先に出るときありますけど、うん、ご婦人はどうですか。ご婦人いいんじゃないおしゃれな感じで、ねね、うん、僕はでももう統一してるんですよ。なんてお姉さんです。もうどんな年齢の方にもお姉さんって声をかけます。はい、お姉さん、あ、お姉さんって、はい、もう80代ぐらいの方でも、うんうん、お姉さん、お姉さん雰囲気見てお姉様とか、あ、ね、うん、そんな感じかな。なるほど。おばあちゃんとかおばあちゃんとかは言わない。おばあさんとかは、うん、基本的にはお姉さんとお声掛けはするようにしてますけどね。うん、うん、そうですね。男性は、男性だったらお兄さんはちょっと厳しいんで、うん、先輩です年上の方にはこれ花丸から教わりました。全くそのスーパーとかでも関係ない、うんうん、関係性もない人に、うん、あ、先輩ちょっと、いや、まだこう飲み屋さんとかね、うんうん、なんとかこう座って、うん、こうくつろいでて知らない人だったら、まあ、先輩って言える感じなんですけど、うん、歩いてる人に先輩って声かけづらい、まあ、リアルに声かけづらいから、はい、もうすいません一本勝負だよ。そうですね、肩でも叩いてすいませんすいませんって忘れてますよとか、はいはい、うん、そうですね、うん、悩んでもやもやするぐらいならまずその単語出さない。確かに、うんうん、出す必要もないっちゃないしね、うん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 、ちょっとで振り向くかもしれないしね、うん、とかね、そう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 、うんうん、そうですね、気合でね、うん、なんとかなるよ人って振り向くから後ろから声かけられたらね、うん、でも僕は喜んだと思うよ、まあ、このお姉さんもお釣り忘れるとこだったから、うん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 、おばあちゃんと呼ばれたかとか、うん、ちょっとね寂しく思ったかもしれないけど、それ以上に世の中には親切な人がいるんだなっていうね、うん、嬉しさの方がね上回ったと思いますので、うん、あんまり気にしなくていいですよ、うんうん、まあ、僕のアイディアどうです。お姉さんって全部統一するっていう。お姉さん男性だけ考えましょう。先輩はちょっと言いづらいね、うん、先輩ちょっと言いづらいですね、うん、男性で年配の人、うん、70歳や80歳の方、うんうん、そうですね、いやそうですね、私も声かけるとしたら、うん、街とかで、うん、例えば女性は、女性はおばあちゃん でもおばあちゃんかもしれない、おばあちゃんかもしれない、うん、60ぐらい、いやだからあのおばあちゃまとかも言わないですね、うん、あのすいません、うんうんうん、でも一択ですね、確かにね、うん、そんな感じですね。だって赤井さんおばちゃんって呼ばれたことありますよね。おばちゃんって呼ばれたことはない、まだ自分では言いますけどね、うん、街行く人からおばちゃんって言われたことない。街行く人からもう言われたったら、うん、多分振り向いてない私じゃないそれはきっと違う人。いや結構若いうちからロケとか行って、うん、幼稚園とかでロケしてたら、うん、やっぱおじちゃんって僕言われた時は、あ、そうですか、やっぱね頭では分かってたけど、うん、ショックやった。あ、え、俺のこと今おじちゃんっつったっていう、うんうんうん、30年前ぐらいやったけど、うんうん、結構ショックではあるよね。そうですね、うん、まあ、それを逆にね我々は売りにしておじさん漫才なんか言ってるんで、
でも売りにしてる僕が傷つくぐらいだから、うん、割に傷つく方多いかもよ。そう呼ばれるとね、確かに確かに。だって赤井さん振り向かないでしょ。いや、振り向かないし確かにあのやっぱ嫌なんね。 そうですね、うん、あとなんか今全然違うんですけど、子供と、うん、遊園地に行った時に、うん、まだちっちゃい乗り物しか乗れない、まあ、4歳ぐらいの時とかにこう、はいはい、親がこう一緒についていてね、うん、この子乗りますみたいに行った時に、うん、なんか係の方が、うん、お姉ちゃん乗んのみたいに言われて、うんうん、あ、私この子、うん、どっちみたいな、うんうん、あのすごいおじいさんが4歳の子にお姉ちゃんって言ってるのか、うんうん、なんか私におばちゃんに対してお姉さんって言ってるの か、うんうん、なんかどっちだみたいな混乱をしたことはありますね。確かに、うん、か先生みたいに全女性にお姉ちゃんって言ってくれてるのかなみたいな、うん、で結果的にどうも様子を見てると子供に言ってるみたいだったんですけど、その時は、うんうんうん、でああ子供かと思って、うんうん、でもすごいその年上の人はこんなちっちゃい子にお姉ちゃんっていうのがその時慣れてなかったんで、うん、ああなるほどと思って、うんうん、多分子供にはお姉ちゃんって言うし、うん、赤井さんにはお姉さんって言うと思いますよ。ちゃんとさんで、うん、ね、言っても係の方は客商売だから、あ、そう、微妙にはちゃんってつけたらもう子供ってことなんですかね。うん、じゃないかな。なるほどね、うん、ざっくりとした見分け方、ね、聞き分け方で言うとね、うん、ということでいろいろちょっとね揉んでみましたけども、うん、やっぱりあの武士付けにね、うん、おばあちゃんとかおばちゃんとか、うん、おじさんとかおじいちゃんとか呼ばれるとちょっとショックなこともあるので。じゃあそうじゃないですか。確かに、だってそこのおばさんって言われても、うんうん、もう多分振り向かないと思う。ていうかそんな人おる？いないし。おばさんおばさんとか言われたことってないですもん。だからドラマでしかないよ。ないですもんね、そんな漫画とかね、うん、ちょっととかすいませんとか、うん、さっきはお客さんとか、あ、そうですね、うん、そういう感じですよね、うん、ありますんでね、うん、はい、ということでそこの方とかね、うん、うん、なんでもいけるよアイウェオでもいけるよ多分声出せば振り向くよ多分何アイウェオってね、え、うん、そうですね、ということでね、うん、ちょっとこうお声掛けには気をつけた方がいいかななんてことも我々も学ばせていただきました、うん、はい、はい、お焚き上げです。という感じでねお送りしてきましたが、うん、この際ですので今日のように玉結び10年のモヤモヤの積み残しについても、大木先生がいらっしゃるこの水曜日に一切合切ぶつけていただければと思っております、うん、はい、焼却炉の魔術に丸投げできればなと思っております。はい、メールはこちらまで、tama954@tbs.co.jp。 もやもやをご紹介した方にはコーナー特製ポチ袋にもやしの種を忍ばせて差し上げております。今日とは少しだけ違う明日へ一緒に、以上大吉ポスト一旦預かりますでした。消えないまま TBS ラジオ玉結び、 TBS ラジオ赤い玉結び FM905 AM954 で放送中、水曜パートナー博多大吉先生とお送りしております。はい、お願いします。今日のメッセージテーマ、小学生みたいなこと、小学生みたいなことでいただいております。はい、北海道旭川市のラジオネームアイキングさん、44歳男性の方からいただきました。はい、ありがとうございます。この時期つららを見ると、うん、折ってチャンバラごっこをしたくなります。へー、小学生の時はみんなでやっていましたが、さすがにこの年になるとそんなことに付き合ってくれる友人はいません、うん、なので今ではつららを見つけると周囲に見ている人がいないのを確認し、うん、つららを2本折り、その2本をカキーンとぶつけ合わせて派手に折ります。へー、くだらないくだらないですが未だに気持ちいいのです、うん、しかし建物の進化か昔よりはだいぶつららが減った気がします。うーん、ちなみに大吉先生の前輪ロック、はい、僕も同じ目に遭いました。あ、やった。僕の場合は田んぼではなく、うん、アスファルトでしたが、うわー危なかったね、やめなさいね。いや、だからもう今前に鍵刺すタイプあんまないですもんね。もう自転車基本後ろだよね。やっぱそういう子が多かったのかなあと、うん、そうね、危なかったよね。ねえ、あとライトもね、今もスイッチでみんなつけるんじゃない、うん、昔はほら前輪で発電してたもんね、ぐるぐる回して。そうでしたね、うん、時代は変わりました。だからつららも ね少なくなった。でも北海道ならではよね、工場、うん、つららってだから、うん、あの雪国じゃない我々なんてすごいテンション上がりますね。 やっぱりね、うん、見るとね、めちゃめちゃわーってなる、うんうん、北海道ね、うん、なんだよ名前ね、アイキングさんに言わせればそんなのつららじゃないよっていうね、うん、まあ、えのきだけぐらいのサイズ。そうそう、でも僕らテンション上がったんで、上がる、うん、いや素敵ですよ。折ってチャンバラごっこか、すごいよね。
折れないもんね。逆に どうやって折ったらいいのかも貴重すぎて折るっていう発想なかったよね。そうですね、見たらね、眺めてて、ねうん、届けばちょっと舐めるペロンみたいなね。いや舐めるまあ、まあ、ほら舐めに行くの結構危なくないです か恥ずかしがらないで、あなたもやった口ですよ。いや絶対な舐めに行くかな、ね、どうするかな、つららが見てたら、ね、うん、うん、はい、東京都中野区30歳男性ランニング大好きさんからいただきました。はい、ありがとうございます。赤井さん、大木先生、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。私は子供の頃から霜柱をジャリジャリと踏みつぶすことが大好きです。うん、庭で霜柱を見つけると学校へ行く時間を忘れて夢中になって踏んでいました。うん、大人になった今でも実家に帰省して朝の散歩をしている時に霜柱を見つけると、うん、小学生みたいに家族と競い合ってジャリジャリと踏み鳴らしていますと。わかるよ、ねえ、うん、私も子供の時は結構通学路とかに、うん、あ、霜柱あると思う時ありましたけど、ね、今なかなかね見つけづらいですね、やっぱりね、うん、ないね、うん、僕踏むで言うとあの、うん、田んぼの稲刈りの後のさ、うん、ちょっと残ったこの、はいはいはいね、それこそえのき岳の底みたいな、うんうんうん、あそこギュッて踏むと、はい、なんかムニってなるね。あ、そうなんですか。うん、あれ好きだったな。あそこ、うん、稲刈りの後の田んぼをね、うん、こう踏みながら駆け回ってるのが好きですよね。あ、なんかそういうとこ、うん、あんまり入れる感じじゃなかったのでうちも周り田んぼだらけだったから、僕は子供の頃は、ね、なかなか11年開けなかった、うん、子供の頃のわんぱく大吉くんの思い出も出てきました ね、 ね、今なかなか思い出してきたな、うん、私あの踏むはねで好きなのはね、うん、今でも好きなのがね、うん、あのこれはあの逆の季節で夏かな、夏もうあの海岸で、うん、こう綺麗な砂浜がパリーと、はい、うまい具合に上だけ乾燥して、うん、なんか踏むとそこだけ板状にこうパキッて取れる時あるんですよね。わかるよ、ちょうど程よく乾燥してて、うん、潰すと手でパキパキパキってなるところ、うん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 、わかります？わかるよ、なんかサラサラじゃなくて、うん、上だけこう膜みたいに固まっちゃってる、うんうん、あれを触るのが好きですね、今でもね触って、うん、でちょっと指で押したり、そうそう、指で押したり、足で踏んだりとかね、そのまま持ち上げてみたり、うん、そうそうそうそれは好きですね、うんうん、ね、聞いてるとやりたくなりますよね。そうでしょう、そうでしょう、うん、こちらですね、宮城県のラジオネーム漆の虎蔵さんからいただきました。はい、ありがとうございます。たまちゃん、大吉先生、こんにちは。こんにちは。玉結び武道館 DVD 早速 TBS ショッピングで予約しましたよ。 ありがとうございます、ありがとうございます、ね、早めの予約おすすめですよ、うん、そうですそうです、本当、うん、副音声もあるということで今からとっても楽しみです。ほう、うん、なんかちょっと、うん、我々副音声つけようかということになっておりますので、うん、うんうん、さて小学生みたいなことですが、友人6人と温泉旅行に行った時のこと、うん、温泉に入りお酒もいただき良い塩梅に酔った頃、うん、人間ピラミッドをやろうぜという話になりましたせっせとテーブルを移動し1段目3人、うん、2段目2人、3段目てっぺんになぜか私、うん、写真もせっかくなので収めようということになり、うん、私がセルフタイマーを押してわたわた上へ、うん、小学生の頃とは違いおっさんピラミッドはがっしりと安定感があり、とってもいい写真が撮れたのを思い出しました。コロナが落ち着いたらまたみんなで当時を懐かしんで集まりたいものですねと。3段目、3段ぐらいだったらね、大人だったらしっかりね、うんうん、いいかもしれない。うーん、酔いすぎてると危ないからね危ないよそれはね、気をつけてくださいね。ピラミッドね、やっぱね、手が骨折とかやったらもう本当に人様に話しづらいもんね。どうしたの腕、6段ぐらいじゃないピラミッド、やっていいピラミッドって。もう7段からはもうマジ危ないよね。そうですよね、いや、多分高校の頃大人は4段まででしょう。もう大人は3でいいんじゃない、3か4危ない、もう4危ないか、うん、そうですね、まして飲んでる時なんてね、そうそう、絶対危ないな。だ、体重軽い人からさ、うん、上に上げられるやね、はい、で僕身長あったけど、はい、体重軽かったから上の方高校の頃に行かされてて、うん、でもそうなると、うん、僕手長いから周りと合わないんですよ、うん、はあはあはあ、ガチッとならないから、うん、なんか僕吉岡本名ね、うん、吉岡ちょっと使い勝手悪いなっつって、うん、結局本番ではピラミッドの横で一人ポーズを決めるスフィンクスみたいなやつを、うん、あー、いたいた、一人シャチホコみたいな恥ずかしかったあれ高校の頃の思い出ってことね、いろいろ引き出し開いてきましたね、うん、ライオン愛の勝つ。この番組は今日を愛するライオンの提供でお送りします。
ここからは水曜日の月1企画ライオン愛の勝つのお時間です、うん、暮らしにまつわるシーンから毎回テーマを設定し日常のちょっとした不満などをシェア、その内容に応じて我々で愛ある勝つを入れていくコーナーでございます、はい、なおこのコーナーがある日はライオンやったねで、うん、今回ご紹介した中で最も印象的だったエピソードモストバリアブル勝つ、略して MVK に選ばれた方1名様に素敵な素敵なライオン商品の詰め合わせセットを差し上げております。はい、さらに MVK に選ばれずとも豪華な商品が当たるチャンスもございます、うん、今日のメッセージテーマ小学生みたいなことに当てたメールも含めまして、うん、番組にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で5名様に月替わりのライオン製品をプレゼントいたします、うん、今日はチャーミーマジカです、ね、嬉しい ね、 いいですね、これは、うんうん、さあそれでは早速参りましょう。今回はキッチン周りの愛あるカツが届いています。まずはこんなメッセージ届いています、うん、はい、私の妻は雑誌か何かで見た見えるキッチンに憧れているらしく、うん、キッチン道具をすべて壁にかけたりその場に置いたまんまにしています。うーん、私から言わせるとただごちゃごちゃしているだけに見えるのですが、うん、そんな本音を言えるはずがありません、うん、絶対に内緒ですよ、はい、といただきました。宮崎県のラジオネームエキゾチックショートヘアさんから、うん、はいはい、そうですね、なんかあのおしゃれなキッチンありますよね、うん、あるあるある、見えてるんだけれども、うん、見せる収納みたいな感じでね、統一感があってで、どうなんだろうね、エキゾチックショートヘアさんはね、うん、お台所に立つのかな、どうなんだろうね、ねえ、まあ旗から見たらごちゃごちゃしてるけど、うん、めちゃめちゃ使い勝手いいようにね、そう、奥様は配置してる可能性もあるんで、動線完璧みたいなのもね、うん、ありますもんね、ねえ、そこはもう見て見ぬふりがいいよ、もうキッチン下手にいじったらマジ揉めるよ夫婦ってね、まあね、みんなね、まあ、そうですかね、置き場所がもう変わってたらね、揉めない、確かに、あれどこ行った、あれどうなったとかね、なんかあんまいじらん方がいいよ、そうね、うん、はい、あとね、うん、もう結局こう隠せる棚とかがね、うん、便利だったりしますもんね、隠せる棚、うんうん、もう何でも掘り込めるやつ、ね、ごちゃごちゃしたものがどうしても出てきちゃうからね、うん、そうなんだよ ね、 ね、では続いてのメールでございますが、はい、ラジオネームみちみちみーちゃんさん、39歳女性の方、茨城県の方です、はい、ありがとうございます。赤井さん、大木先生、こんにちは。こんにちは。うちの夫はよく急に今日は俺が作るよと言って夕飯を作ってくれます、うん、それはすごく嬉しいしご飯は美味しいのですが、冷蔵庫にあるものを思いつきで使い切ってしまうので、うん、この人参は明日使って玉ねぎは残しておこうなどと考えているのが一瞬にして全てパー、うん、さらに作りっぱなしで後片付けは私の仕事、私の美味しいという声を聞いたら彼の中ではもうご飯作りは終了しているみたいです。うーん、これは勝つですね。そうね、うん、惜しいね、これはね、美味しいもの作ってくれてるとこまではいいんだけどね、まあね、冷蔵庫にあるものを使うところまではまあ目をつぶろう、うん、いや、まあまあ、まあまあ、よくできてますよそこまで、うん、ただ後片付けは後片付けまでやってほしいな、確かにな、うん、もうねプラマイゼロどころかちょいマイナーですよね、それか、うん、じゃあ後片付けは私がやるから、うん、じゃあ私が料理を作った時には、うん、あなたが後片付けをやってください、うんうん、だったらいいよ、うんうん、そうね、うんうん、そうね、嫌だって言うならじゃあもう作んなよっていう話ですよそうだよね、うんうん、料理担当と洗い担当別にすっていうのだったらいいんだけど ね、 一人で分業制に、ね、するっていうのもいいアイデアかもしれないです ね、 ね、まあ、せっかく美味しいもの作ってくれるんでね、そうそう、なんかうまいこと調整してください、いやだからどちらもお料理が上手と見ましたよこの文面から ね、 ね、いいね、あるものでパパって作れるなんてね、うんうん、素晴らしいですよ、いいです、いいです、うん、後片付けも頑張りましょう、はい、はい、ではですねこちらラジオネーム下っ腹将軍さん、32歳女性、新潟市の方です、はい、赤井さん、大吉先生、私もはいつも気になっていることがあります。何でしょう。それは食器を洗うスポンジの替え時、うん、私は半年ぐらい同じものをずっと使っていて、うん、気になったら変えるのですが、うん、それをママ友に言ったら今まで見たことのない顔をされましたどうやら惹かれたようです。うーん、赤井家、吉岡家はどのぐらいのペースでスポンジを変えますか、はい、これって勝つでしょうか。いやー、半年は長くない？そうね、結構ロングラン公演だよね。確かにね、スポンジ そんなに持たないような気もするな、うん、どのくらいで買えます。うーん、あのね、いいやつだったら結構やっぱ持つんですけど、まあね、うん、あの、うんうん、本当に100円ショップとかでもう5枚セットみたいなやつとかだと、うんうん、結構早い、2ヶ月ぐらいでもうなんかクタッとしてきて、うん、あらみたいになってきますよ、うんうんうん、だからそれぐらいかな、うん、
うちなんか2種類ぐらいスポンジがあって、うん、なんだろう、ちょっとなんか網目の入った、はい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 、多分高級なやつ、うんうん、ちょっと高めのやつ、はいはいはい、そういうのはねもうちょっと持つと思いますね、持つけど、うんうん、あれってほらなんか油汚れみたいな焦げ目みたいなのが、うん、なかなかもう洗っても取れなくならない、スポンジに汚れがつくみたいな、あ、ついちゃってるとね、うんうん、でその汚れが目に入ったら替え時かな、うちは。そうですね、うん、あと普通の100均スポンジは、うん、本当こういう SDGs の世の中で言いづらいけど、うん、もう気になったら捨てるよ。そうですね、買える、うん、僕は、うんうん、だって後片付けね、うん、楽しくないじゃない。そうそう、それでテンション上がるっていうのがあるね、そうそうそう、自分も、うん、ああ綺麗なスポンジだと思うとね、そうはかどるからね、 そっちの方がね、分かる、うん、そうだわ、うん、そうで、まあまあ半年引かれたか、でもいいやつ使ってんじゃない。そうなんじゃないですか、うん、だからあんまり、いや半年ぐらい変えてないこともな、うん、いや半年はないかもしれないけど、いやも気がついたら私変えられてる時あるんで、うん、家人に、うんうんうん、ってことは、うん、もう長い場合もあるってことですもんね。まあ人それぞれですよね、うんうん、気になるのは、うん、まあね問題なく使えてるのは全然半年でもいいと思いますよね、うん、そうですね、はい、はい、さあでは大吉判定員、素敵なライオン商品の詰め合わせセットが当たる本日の MVK、はい、コストバリアブルカツはどなたでしょうか、じゃあ今日はこの方、みちみちみーちゃん、お、旦那さんがね、はい、うん、ご飯作ってくれるんだけど温かくてしないらしいんで、うん、ちょっとね話の種にきっかけにね、うん、ちょっとライオンの詰め合わせセット来たよ って、うん、これで一緒に後片付けをしようよ、もしくはこれで最後までやってよ、うん、赤江さんが言ってたよみたいなね、そうそうそう、うん、そんな感じでちょっと会話が膨らめばいいなと思いますね、はい、そうですね、うん、それかもうご飯を食べて、美味しいご飯食べてね、うん、もうなんて幸せな感じなみたいな感じでね、お腹パンパンで、うん、もう動けないアピールをする、うん、でもう片付けられない、どっちも我慢比べでずっと皿が残ってるみたいな、そうね、洗った方が負けスタイル ね、うん、そういうのもあると思います。でもそれも辛いですもんね、うん、シャシャって洗ってね、うん、そうそうそう、はい、うん、片付けましょう、うん、今回もたくさんのメッセージありがとうございました。惜しくも採用されなかった方、ぜひ来月のライオンやったねデーにもご参加ください、はい、ここでライオンからのお知らせです。毎日の食器洗い、せっかく洗ったのにお皿が濡れたままになっているのって嫌じゃありませんか。ライオンの食器用洗剤チャーミーマジカ速乾プラスカラット除菌なら、圧倒的な水切れで置いておくだけで食器が早く乾きます。さらにまな板、スポンジ、布巾の菌が気になるときにはかけて置いて、あとは水で流すだけで簡単に除菌できますよ、うん、食器が早く乾き、スポンジ、まな板、布巾の除菌もできる、ダブルの清潔を実現したマジカ速乾プラスカラット除菌をぜひお試しください。以上ライオン愛のカツでした。玉結び TBS ラジオ954玉結び TBS ラジオ赤江玉を玉結び FM905 AM954 で放送中です。水曜パートナー博多大吉先生と一緒にお送りしております。どうもどうも、毎回この時間帯鬼門ですよなかなかね、そうですね、ちょっと最近ね、うん、3時台がね、うん、近づくにつれてね、うんうん、まあまあいいですよ、まあまあ大丈夫です、うん、はい、大丈夫、まあまあね、それは我々が言うことだからね、はい、うん、今日のメッセージテーマ、小学生みたいなことでございますが、はい、千葉県のですねラジオネームたぬきねいりさん、83歳のあら、男性の方からいただきました。先輩ありがとうございます。先輩ありがとうございます。赤江様、博多先生こんにちは。博多でございます、こんにちは。私は昨年から健康を兼ねて朝15分ぐらい我が家の庭で縄跳びをやっているのです、これは昨年まで住んでいたマンションのエレベーターホールで小学5年生の女の子がよくやっていた縄跳びを見て、うん、健康につながると思いそれを見て真似てやっているのです、はい、その効果が出たのか、うん、随分体が軽くなったような感じがするのですという、あら、どのくらい飛ばれてるのかしらね、ねえ、うん、83歳のたぬきねいりさん、ね、素晴らしい、うん、で15分ぐらいですから結構、そうか時間か、はい、長いよ15分の縄跳びって、うん、15分というとね、もう
それはそれは、それはすごいいい運動量になるでしょうね。これからもお元気でね、くれぐれも、無理のないようにね。本当です。膝痛いとかになったらちょっとね、今見てくださいね。はい、はい、ありがとうございます。メッセージ、こちらはですね、42歳のくまこ1983、板橋区の方です。はい、ありがとうございます。たまちゃん、大木先生、こんにちは。こんにちは。今日は寒いですがいい天気ですねと。本当ですね、晴れてきましたよね。うん、夏に小学生の子供と140センチ以上ではないといけない本格的なアスレチックに行きました。ほう。身長150センチの私には結構厳しい上に、出産後15キロも増えた体重が重くて重くて仕方ありません。はい。ですが大人になってから久々にターザンロープをしたところ、あまりの爽快さにすっかりハマってしまい、子供たちのお休みのたびに私がアスレチック行かないと誘っています。堂々とターザンロープを大人ができるアスレチック最高です、アスレチックいい ね、そうですよね。あれもやっぱり身軽じゃないとあれできたのにみたいなことがありますもん ね。それこそ小学生の頃はね、登り棒なんて平気で上まで行けましたけど、多分今無理でしょう。体重も重いし、そうですね、筋力もないし、そうですね、自分の体を支えるっていうのが、本当にできなくなってきましたね。だからアスレチックもね、なかなか難しいかもしれないですけど、よかったね、楽しくてね。ね、ジップラインとかとはまた違う楽しさよね。そう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 、あれはもう自分からはいかないで、もうね、もうなんか流されるままにシャーって行きますけどね。ターザンロープはまた違う楽しみなんでしょうね。神奈川県横浜市西区のラジオネーム、かつあきファン1月号さん、ありがとうございます。はい、おはようございます。49歳男性の方です。たまちゃん、大木先生、こんにちは。こんにちは。私の小学生みたいなことは、竹やぶです。確か私が小学生 1,2 年生の頃、竹やぶから1億円が見つかったというニュースを見て以来、竹やぶを見ると未だに必ず何かないか確認してしまいます。たまに竹やぶをじーっと見ていると通りがかりの人から、何かあるんですかと聞かれ、恥ずかしくなりごまかしてその場から離れますと。通りがかりの人から声かけられるとこよっぽどだよ、よっぽど見てるよ。見方が尋常じゃないんでしょうね。なんかもう、でも本当思い出したけど、その事件ってさ、竹やぶから1億円見つかって、もう一回見つかったよね。そうでしたっけ、同じような竹やぶから。そっか、2億でできたよ多分。だから竹やぶからっていう印象なのか。そうそうそう、なるほど。あながちチャンスはまだあるかもしれない。あるかもしれませんよ。だって出たんだもん。本当だ、2回になったんだお前は。ねえ、ねえ、 これから見る人が増えるっていう、っていうか、とにかくどこ竹やぶどこにある。チアレオです。林家つる子です。土曜日の午後3時25分からニッチな番組をやっています、立ち日グループプレゼンツ東京ゼロ四に多摩盛り上げ宣言。東京の多摩地域を盛り上げる番組です。多摩ってどこだというあなた、聞けばあなたも多摩人。東京ゼロ四に土曜日午後3時25分から。28日土曜日の午前11時からはラジオショッピング新春お買い得スペシャル。家電、食品、健康グッズなど今欲しいものがいっぱい。柴田理恵さん、有馬隼人さん、 TBS の豊田彩乃がご案内します。28日土曜日の午前11時お買い物を楽しみましょう。お聞きの放送は FM90.5MHz AM954kHz TBS ラジオです。3時をお知らせします。TBS ラジオ954玉結び玉結び玉結び。時刻は午後3時になりました。 FM905 AM954 でお送りしている TBS ラジオ赤江珠緒玉結び。改めましてこんにちは、赤江珠緒です。はい、水曜パートナーは博多大吉です。水曜日の3時台は週替わりのレギュラー陣によるラジオコラム、4週目の担当は落語家の春風亭一之輔さんでございます。落語に入る前の導入部分、枕を元におしゃべりをする企画、一之輔の枕だけ話しますでございます。その一之輔さん、今日長崎で落語会があるため、今日はね、電話でのご出演でございます。ということでね、毎年恒例のね、手ぬぐいはもらえておりませんね。1月ね、毎回もらってましたけどね。そうですね。ちなみに一昨日月曜日が熊本で、昨日は福岡で落語会だったそうでございます。お知らせを挟んで春風亭一之輔さんご登場です。
TBS ラジオ赤い玉を玉結び、この時間は一之助の枕だけ話します。今日は長崎から電話でのご出演です、うん、もしもし一之助さん、どうもこんにちは。こんにちは。いやすいません、なんか、うん、いえいえ、あと3回だというのに私の出番もうなんかあれこんな そうか、あと3回、はい、そうですよ、うん、ですよね、うん、なんか赤井さんも、うん、もうそろそろ時間ないんでちゃんと一之助って言えるようにあと2チャンスですから。そうですか、一時代最初のご紹介は、こうなったら最後までこれあれですよ、担任の先生と生徒だったら、うん、学校行かなくなるぐらいの感じの噛まれ方ですよ本当です、ね、僕が生徒だとしたらおかしいな、ちゃんと言えてる気になってるんですけどね、うん、一之助さんね、卒業近いのになっていう感じですけど、うん、はいはい、ね、でもあのどうですか、九州の方は今回もう寒波襲来で、ね、いや昨日がもう大変で、福岡の市民会館でね、うん、落語会だったんですけど、うん、やるかやらないかどうしようかみたいな感じでですね、うん、あともう問い合わせの電話がもう100本ぐらい入って、うん、あららら、本当にやるんですかと、うん、でいけないんだけども払い戻しできんのとか、そういう感じの、まあ、大変だったみたいですよ、ね、そうですよね、交通機関とかもね結構影響出ましたしね、そうそうそう、だから、この会はねもう毎年やってる会で、僕今年からちょっと参加する落語会なんですけど、はい、九州ツアーでね、うん、元々も何十年前にですね、うん、先代の円楽、はい、男子、うん、で小三治っていうメンバーで始まったそうなんですよ、うん、それがまあいろいろメンバーチェンジを繰り返しながら、うん、一昨年までは小三治師匠と、うん、あと柳家京太郎師匠と、うん、小三治師匠のお弟子さんの柳家三座師匠で3人でこうやってまして、うん、で小三治師匠がお亡くなりになったんで、そこのところに私を今年から入れていただいたんですよ、で昨日の寒波はあのなんでお前が俺の後に来るんだっていう小三治師匠のたたりだったんじゃないかね、いや本当福岡とか雪に慣れてないんで、つるつるですもん、もうちょっとでもね降ったら結構すぐまひるんですよ、うん、ああそうでしょうね、でタクシーがね、うん、福岡今足りてないんですよ、だからもう移動とかめちゃめちゃ大変だったでしょ、本当だからもうとりあえずやりましたけども、うん、来られない人もねいっぱいいて、うんうん、で終わった後も打ち上げ、うん、本当はステーキハウス予約してたんだけども、うん、なんか臨時休業 でじゃあホテルの地下のイタリアンで済ませましょう、うん、みたいな感じ で、うんうん、でちょっとなんていうんですかね、で今日も本当は高速道路がね、うん、普通なんで、うん、車移動のはずだったんですよね、うんうん、あの福岡から長崎、うんうんまあ、バンでちょっと移動してるんですけども、うんうん、で新幹線がもしちゃんと走れば新幹線にしようと、うん、で新幹線がダメな場合は、まあ、下道でも行くしかないからってんで、福岡長崎はだからかかってもう渋滞が結構大変だろうって5時間6時間ぐらいかかるんじゃないかとか言って、まあ、下道は見てもらわないとって感じですね、スムーズに行けたんですか移動、うん、なんとかスムーズに行きましてですね、新幹線乗れました、カモメっていうの、西九州新幹線、あ、はい、ご乗車ありがとうございます、びっくりしました、キャンペーンやってます、あんな短い距離なんですねちょっとだけね、あそうですか、ぴょいっと 30分でしたね、30分、はい、へえ、その前にリレーカモメって特急があるんですね、うんうん、あの博多から武雄温泉まで、うん、そうですそうです、うんうんうん、だその間はそのリレーカモメっていうのはなんか中継ぎ投手みたいのが第一走者的なそうですよね、うん、新幹線ではないんだけど新幹線、うんに本当はなりたい、そのそうそう、いずれなるよっていう形にしたら、ね、なるほど、ちょっと我々もふんわりとお知らせしてるんで、それはそうなんですね、そうなのか、佐賀の人たちは誰が金出すかみたいな感じでちょっとねまだまだ ね強硬な感じみたい、ね、去年開業ですもん ね西九州新幹線、まあ、生きてるうちにつながればなって、うん、でそこで乗ってなんとかね、うん、届きました、うん、ここまでよかったよかった、今長崎のホテルで喋っております、うん、どうですか、うん、長崎の天気は、ね、うん、いいですよ、もう青空で、うん、もう昨日に比べたら、うん、はるかにいいですね、うんうん、ちょっと寒さも和らいで、うん、今ランタン祭りっていうのやってました、ね、綺麗ですね長崎、うんうん、2週間ぐらいだから春節っていうんですか、うん、中華街の、うん、あれがあるぐらいまではそのお祭りが続くというんで、街中はもうランタンがもうね、うん、
赤い提灯みたいなのがバーって並んでね、なんかちょっと異国情緒あっていいですね。綺麗ですよ、うんうん、ねえ、そうですか、うん、そうです。でですね、話は変わりますけれども、うん、一之輔さん、笑点の新メンバーが2月5日に発表されるということで、予想合戦が熱を帯びているそうなんですが、うん、いかがでしょうか。え、前回よりね、うん、一之輔さんなんじゃないんですかって声がね、あんまり言われなくなってきたんですよね。あらら、あら、それどうしてだろう、なんでなんですかね。笑点見る人が減ってきたんじゃないですか、なんか。え、そんなことはないですよ。みんな好きなのかな、本当に。これでも、なんかいろんなサイトとか、なんかネットニュース見るとね、うん、事情通みたいな人が出てきて、うん、一之輔を落語協会が全力で推して、笑点のメンバーにしようとしているらしいみたいのを書いてたんですけど、うんうん、僕、落語協会の人に仕事もらったこととか、押されたこと、そんなないんで、ね、あら、事情通は、じゃあ違いますね、どういう事情を知ってるのかな、こういう事情通って、本当ね、これでも、笑点の新メンバーって、漏れないですね、うん、みんなだから口が固いんですよね、玉、ね、結び終了はすぐ漏れたのに、ね、何してんの、日刊スポーツさん、本当ですね、動いて、動いて。僕も言わなかったですよ、玉結びの終了は。でもそ う, そうでしたね、うんうんうん、みんなね、玉結びも口が固いはずなんですけど、どこから漏れですかね、うん、ねえ、赤井さんからなんか、うん、多分暮れに LINE が来て、うん、なんかそのお子さんのねことで降板することになりましたと、うん、事前にこうお話をしようと思いましてっていうご丁寧な LINE が来て、はい、でそこにあの、もうこれからちょっと帯の仕事は取れないのでって書いてあったんで、うん、あ、僕新刊本が出るんで、うん、帯の頼んでもないのに今帯の書くの断られてるのかなと思ってそうなんですよ、動揺して、そう、動揺して勘違いしましたよ、うん、そうで、一之輔さんから、なんで最初に頼んでもないのに断るんですかって言うから、ん、うん、どういう返信だろうって言ってね、混乱してたんですよ、うん、そしたらその帯番組のこととね、僕あの新刊本の帯と勘違いして、うん、あ、なんかしばらく噛み合わない全然噛み合わないラインが続いてですね、赤江さんすごいな、なんか頼んでもないのに最初から自分から断ってくるみたいなそんなことしないですよ。でそれ聞いて恥ずかしいなって、恥ずってそれだけライン返信したんですけど、ね、ありましたけどね、でもお子さんね、うん、幸せですよね、そういうのは、ね、いや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 、いいお母さんだなと思って、ね、そうですか、はい、うん、見直してくれました、見直しました赤井さん、笑点の新メンバーどうですか、体が、もしかしてね、土曜だけらしいですからなんかね、それもそれこそもう驚きでございますよ、私がいたら、うん、ね、あのね、だから土曜仕事ない人をこうチェックするらしいですね、うん、あの記者さんは、あ、落語家さんの、そうそう、そしたら長家老桃花って、あの、うんうん、女性のね話が、はい、あの前あの代理で、はい、この番組僕の代わりにピッカリの、はい、来てくださった、はい、桃花は土曜の仕事が全然入ってないから桃花じゃないかと、あ、でも女性落語家さんっていうかね、線もありますよね、私もね、あるかもしれませんしね、うん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 、三平兄さんが返り咲くっていう噂も、いやいや、カムバックもありえるんじゃないですかそうですか、そうですか、ね、いや、どうなるのか、まあね、だから誰も情報知らないんだから、これを長々喋ったとて一之輔さんじゃないんですね、じゃあね、僕じゃないですよ、そうですか、僕だったらどうします、え、ほら、これがあるのよ、これがあるから、本人から言うわけにいかないパターンもあるからね、うん、そうですね、まあ、うん、だったとしても別にいいですよ、見ます見ますだったとしてもいいですよってどういうことですか、一之輔さんだったとしても、いいんじゃないですか、だったとしてもいいですよ、うん、後半の台本に落語会のお知らせ書いてありますけど、うん、そうですよ、土曜日は入ってないですね、伊豆さん、あ、入ってないですね、本当だ、水曜月曜火曜ですね、どうこれでもキンキンのですからね、あと完売したやつは書いてないんで、そうです、はい、なるほど、まあまあ楽しみじゃないですか、ね、楽しみに待ちましょうよ、体改造手術したって言ってましたから、うん、誰がライダーマンみたいになってましたから、あの大喜利強くなるかもしれませんから、誰が三平兄さんが、あ、三平兄さんが、そんな改造を施したのリニューアルした三平師匠をね、はい、楽しみにしながら、うん、誰が来るかも期待しながら、はいはい、あと一之輔さん本出されました、はい、はい、本出ました、うん、帯は頼まれてないです、大丈夫です、結局帯なしでいうことになりましてですね、はい、うん、枕の森の満開の下という週刊朝日の連載をまとめました単行本の第3弾です、うん、はい、
いいですね、タイトルもいいですね、枕の森の満開の下ですって。そうそう、へこれあの分かりますよね、桜の森の満開の下っていう、うん、あの坂口安吾さんの小説のパロディなんですけど。あーごめんなさい、うんうん、素敵なタイトルだなと止まってました。分からなかったですか。ごめんなさいごめんなさい、そうか、そうか、本当だ、綺麗に。そうなんですよ、うん、あんまり気づいてもらえないんですけどこれね。ごめんなさい、いいなと思った。そうですね、いいですいいです、うん、電話だと適当だね。もいやいやいや、でびっくりしたんですけどね、うん、これあのそのエッセイの執筆を、はい、一之輔さんが携帯電話でされていたと。携帯どころか僕だから始まった頃はスマホ持ってなかったんでガラケーで書いてましたから ね。ガラケーで書いてたのこのエッセイ、うん、はい、いやあのこの話したよ前に、ずいぶん前にしたような気がするんですけど、したガラケーで、ガラケーで書いてるんですよって、はい、わすごいっすねとか言って、せめてスマホの方が良くないですかみたいな話を3人でしたよ、うん、嘘でしょ。それは私いなかった時でしょ。この子に及んで嘘はつかんて。嘘って自分の知らないことを全部嘘にするのやめた方がいいですよ。忘れたことを、そう忘れてるんですよ。そっかそっか、いや今スマホで書いてますよ、だからねえ、うん、いやぜひぜひちょっと皆さんお手に取ってみてください、ね、この間、うん、まあちょっと先行発売したんですよね、うんうん、落語会で、うん、サイン入れて、はい、110冊全部完売したんですよ。うわ素晴らしい、はい、全部サインして、その週刊朝日の担当者の方がですね、うんうん、もう本当に喜んでくれて、うん、この調子でもうどんどん行きましょうって連載の方もよろしくお願いしますって言ったらですね、うん、その次の日あの鎮痛な電話がかかってきましてですね、はい、担当者から、うん、週刊朝日が5月で休刊だそうです。あ、はい、あ、そうか、休刊朝日になるそうですね。あらららららら、ね、もうそうなんですよ、ね、そうですか、だから僕の固定集があのなくなるんですよ、週刊朝日と玉結びがね。2つね、本当ですね、それを僕商店で埋めようと思ってます。いよいよ口終わりでしたぞ、商店でそこはなんとか、ね、週刊朝日もどうなるんですかね、休刊でね、ネットとかでなんかやるのかな、ネットの朝日、あえらドットっていうネットがありまして、うんうん、そこの方で引き続きお願いできればみたいなことを言っていただいてるんで、多分僕の執筆生活はまだまだ続くと思いますが、うん、はい、はい、うん、で定期的にね、こうやったら本を買っていただけたらなと思います、はいはい、新刊でございます、はいはいはい、さあではですね、落語の本編に入る前のいわゆる枕の部分をもとに我々とおしゃべりする企画でございますが、今日の演目はこちらです、うん、初展示、息子の金坊と初天神にお参りに行くことになった熊五郎、露手を見ても何もねだらないことを約束しますが、所詮は子供、あれ買ってこれ買ってとあの手この手を使って露天の品物をせがんできます。仕方がないので飴や団子を買ってあげますが、てんてんてんというお話でございますね。そうです、おなじみのお話ですね、うんうん、今日1月25日はもう初天神のまさにその当日ですから、ね、あ、なるほど、はい、あ、そうか、そう、天神様の縁日は今日からということですね、うん、はい、もう正月からもう落語家もう一生懸命働いてますが、まあ、うん、今年はあの一番最初の仕事がですね、うん、寄席やってから帝国ホテルの落語会行ってきまして、はい、ここでいきなりもう初滑り初しくじりをしてきました帝国ホテルで、帝国ホテルのですね、500人ぐらいの落語会が朝元日の、10時ぐらいからあるんですけども、うん、はい、あの帝国ホテルに泊まってるお客様もいますが、うん、その、まあ、帝国ホテルにね、あの年越しで泊まるぐらいですから、うん、結構な方々ですやっぱり、まあ、そうでしょうね、そうですよ、うんうんうん、でもその落語会だけ参加できるっていう枠もありましてですね、うん、はい、それが多分あの落語本当に好きでもう元日の朝から落語を生で聞きたいというちょっとなんかそういう偏った人たちだと思うんですけど、まあ熱狂的なね本当ですよ、はい、落語ファン、うん、そうなんですね、だからそのなんかこう違うものと水と油みたいのが混ざった時の客席がですね、うん、やっぱりこう探り合いでですね、うんうん、いつもの力が発揮できないことがありまして、はあ、はい、だいたい僕の年間の一番滑るのはその仕事なんですけどね毎年恒例、そうですか、毎年恒例で、ね、帝国ホテル、まあ、今年もちゃんとあの順当に滑りまして、で皆さんにですね、ここは帝国じゃなくてアパホテルだと思ってくださいと言ったらですね、うんうん、あの支配人の方はものすごいこう睨みつけられました初しくじり東横になればいいですかって言ったら無言になってしまいました、ね、
そういうのじゃないんだと。そうですね。帝国ホテルは、ホテルに帰船なしですからね、本当にね。でその後、まあ、寄席に出たりなんかして、実家に帰ったりなんかして、いつもあの初詣はうちの近所の神社に行くんですけども、はいはい、家族でなんとなくフラッと行くんですけどもね、うちのって実家の近所ですね、昔あのうちの実家の近所にあったこの神社がですね、すごいこうなんていうかちっちゃな神社だったんですよ、雑木林の中にあるポツンと、それが何十年か前にですね、リニューアルしまして、どういうわけだか知らないですけど、ものすごいでっかい立派なお社を建てましてですね、高さ多分ビル5階建てぐらいまでの高さのですね、その鳥居ができまして、300台収容できる駐車場ができまして、近隣の県からもですね、バンバンこの初詣に来る、なんかものすごいバブリーな神社になったんですよ。そんな急に拡大、で子供連れてって、まあ、あの参道があるんですけども、もう子供でかいですからね、高校生と中学生ですから、あのもうあれ買ってくれとかこれ買ってくれって全然言わないんですね、なんかこれがちょっと寂しくなってきて、たこ焼きがあるよとか言って600円もするじゃないかとか、どうせたこは小さいしとか、なんか食べてみなきゃ分かんないじゃないかってこう、買うよお父さんって言ってもいいよ別に、どうせうちがやったらお雑煮あるんだしとか、ああそっか、そうなってくるか、なんかちょっとね寂しいですよね、寂しいよ、そうですね、全然乗ってこないんですね、でその神社がですねものすごいお金があるんでしょう、なんか行くたんびにこの境内の中にいろんな建物が出来上がったりですね、すごいんですよ、で今回行ったらですね、まあすごい参拝客がいるんですけども、でかい、そうですね、どんぐらい高さ2メートルぐらいかな、で横幅3メートルぐらいの岩がね、境内の中に置いてあるんですよ、岩が、でその岩の頭のところにこう締め縄っていうんですかね、なんかこう、頭に乗っかってまして、なんかありがたい感じで、で表にですね、厄年の厄っていう漢字が彫ってありましてですね、それが赤く塗ってあるんですよ、これなんだろうって見たら看板が出てまして、薬石っていうのかな、なんかこれに、この石に岩にですね、薬玉っていうピンポン玉ぐらいの素焼きの玉があるんですよ、売ってるんですよ、ちっちゃい玉、この薬玉に自分の中のこのなんていうか溜まったものをふーっと吹き込んでですね、この薬石にパカーンってぶつけると薬落としになるっていう、これ結構全国にちょっとずつあるみたいなんですけど、それができてたんですよ、で見るとね、薬玉のとこにね、1つ200円って書いてあるんですよ、でやるかって言ったら子供がやるかと、やるかってのは否定の意味で、やんないのって聞いたら誰がやるんだこんなものって、高すぎると、200円って、俺やっていいかって言ったら、いやいや、おかしいだろうと、こんなんで役が払えるわけがねえと、なかなか、大人になりましたね、なかなか本当、大人でね、リアリストな、聞いてる方、我々はもうやりたくてしょうがないですよね、200円ならって、そうですか、でもちょっとやりたくなってですね、結構並んでんですよ、なんでちょっと近づいていいかって言ったら、いや、近づくな、どうせやっちゃうからって言われて、いや、ちょっと見てみようって言って、見てみたらですね、その並んでる先がですね、なんとですね、敷石がありまして、敷石ね、それがね、その焼く岩までね、続いてるんですよ、5メートルぐらい、その石がですね、112112112112って配列で並んでるんですよ、ケンケンパだ、そうなんですよ、ケンケンパ、ケンケンパ、ケンパ、ケンパ、ケンケンパーンってこうぶつけろって書いてあるんですよ。そうするとね、役は吹っ飛んでいくんだって。ほう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 。そういう助走をやりましょうと。これはやらざるおめえまいよ。珍しい。あ、そうですか。はい。じゃあ、子供が、じゃあやってみればいいじゃねえかって言われて、これで役がね、取れるんだぜって言って、この役石の中に健康、ね、商売繁盛、これからの家族の、家庭円満、吹き込んでですね、ケンパケンパケンケンパッパンってやったらですね、足をくじきましてですね、
45歳になるとケンパケンパできませんね。飛んだ役を飛んだ役をそうパーンって跳ね返ってきました。その石が割れずに、割れずに割れずに、それじゃつまらんと、そうか、行けって言ったら帰るよって言われて、そうトボトボトボと帰っていった、今年の僕のお参り風景でございました、まあね、そういう感じで、うん、初天神なんて落語も寄せに聞きに来ていただけるとありがたいなと、そう次第でございます ね、いやもう本当、お大事に、お大事にですよ、親子逆転になっていくんです ね、そうか、逆転ですよ、気をつけてください赤井さんも、まあね、いやでも一之輔師匠の初天神は金棒が可愛いですからね、本当に可愛いでしょ、可愛い、可愛いんですよ、でももうそっか、一之輔師匠もケンパでくじくとしかくじきますよ、尿酸値は上がるし、ね、気をつけてくださいよ、目は遠くなるでしょう、はい、はい、さあ、一之輔さんの出演する落語会についてお伝えいたします。はいはい、2月1日水曜日、石川県立音楽堂で金沢独演会、2月6日月曜日、群馬県の高崎シティギャラリーで高崎ぶどう屋寄せ一之輔独演会がございます、2月7日火曜日、沖縄の那覇文化芸術劇場で全国ツアー春風亭一之輔のどっさり回るぜ2022の振り替え公演がございます。はい、はい、で寄席の出演情報も言っておきましょう、はい、2月の上関新宿末広亭でお昼12時、池袋演芸場で午後2時出演予定でございます。はい、また2月もあちらこちらと ね行かれますね。今日長崎で夜、長崎市民会館でですね、3人会がありますんで、まだ当日券ありますんで、エリアフリーで聞いてる方よかったらおいてください。はい、はい、で一之輔さんの新しい本、枕の森の満開の元、満開の下、ごめんなさい、満開の下というかな、枕の森の満開の下が朝日新聞出版から販売中でございます。そうでございますね、はい、うん、じゃあ来月は一之輔さんまたスタジオで、スタジオ行きます。手ぬぐいも持ってきますんで、よかったら手ぬぐい楽しみにしてます。はい、はい、では頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。一之輔の枕だけ話します、次回は2月22日です。ありがとうございました。玉結び、 TBS ラジオ赤い玉を玉結び、エンディングのお時間です。はい、明日も生放送、木曜日のパートナーは変わらず土屋亮さんです。うん、2時からはレオレオのそんな人本当にいるんですか、3時台の面白い大人はカルロス矢吹さんご登場です。はい、お聞きの TBS ラジオ、この後は荻上チキセッション、今日のメインセッションはウクライナにドイツ製戦車レオパルド2供与へ、プーチン政権によるウクライナ侵攻の今とこれからとなっています。引き続き TBS ラジオお聞きください。はい、今日は小学生みたいなことということでいただいておりますけれども、うん、ラジオネームマダラのフライさんからいただきました。はい、ありがとうございます。あ、鼻毛カッターおねだりしたマダラのフライです。はい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 、大吉大黒様、スタッフの皆様、大変お手数をおかけします。うん、何気なく型番を書いたばっかりに、いえいえ、鼻毛を長くしてお待ちしております。はい、重ね重ねありがとうございました。ちょっとね、2月の終わりになりますけども、はいはい、楽しみにしておいてください。ね、はい、よかった、届いていましたね。うん、こちらですね、ラジオネームみのりんりんさん、37歳、小田原市の方です。あ、曲げわっぱの人、ん、違う、あ、そうだそうだ、うん、はい、赤江多門さん、博多大吉さんこと大吉大黒様、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、小学生みたいなことですが、うん、今日寒波の時期の朝によくやることですが、うん、自宅の窓にできる結露にくだらない落書きをすることです。この時期にやる小学生みたいな、くだらないなって思いながらついやってしまう今日この頃です。追伸、大吉大黒様にオープニングトークでまさかの曲げわっぱのことについて、その説は大変失礼しました。いえ、ごめんごめん、素敵なお品物来るまで楽しみにしています。ごめんなさいね、ちょっと普通の曲げわっぱになりましたけど、ね、いやでも曲げわっぱは素敵ですからね。はい、こちらも楽しみにお待ちください。ね、窓に絵描くんだ、すごいね。ねえ、キャッキャッキャッって、ね。文京区は46歳のマッコウクジラさん、男性の方です。はい、ありがとうございます。つらら舐めちゃダメとあります。ほう、つららができる屋根の上には普段何があると思いますか。うん、何があるの。大気中のホコリや、うん、それに鳥の糞などついていることがあります。うん、そこに付着して溶けてできたつらら、うん、
どれだけ汚いか想像してみてください。つらら絶対舐めちゃダメですって。普通のお家はねもうだって僕ん家お菓子の家だもん甘いもん本当にこの子は口の減らないお相手は替え玉と博多大吉でした。また明日です。